はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは、ワドツーよいこさんいらっしゃい、エデンさんいらっしゃい。今日は2018年4月の24日17時33分です。よろしくお願いします。サムネかっこいいでしょ。ツイッターとかね全部入れ替えましたよ。変更しました。新しいサムネになってます。もしよかったらね、ツイッターとかも覗いてみてください。あー、メガネ、いや後ろにあるよ。あのメガネに変えようか。やっぱブリオいいね。ブリオは性能がすごくいい。映像だいぶ変わったな。だいぶ見やすいっしょ。まあこれは俺の気分の問題なんだけど、かなりいい性能のカメラっすよこれ。ワード2、ユウさんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい、クーさん。もし面白かったらフォローしていってください。ワドです。どうも。
2回目のハートありがとう、ショコラ。ありがとう。浅井ゆき子さんのファンだったんですが、最近見かけなくてお元気な。ああ、知ってますよ。浅井さんはもうインターネットに関わらないって言って、完全この世界から、引退しました。もともとね、ネットを知るきっかけが僕だったんですよ。僕がその配信者をずっとやってて、浅井さんと出会って、で、2年間ぐらいかけて、自分がそうネットをやってるとか、こういうことをやってるっていうのを伝えて人間関係作って。で、そっから1年ぐらいしたら、浅井さんも私もやりたいって言って、まずは YouTube から始めたんですね、浅井さんは。で、その後生主、ふわっち私もやりたいって言って協力してたんですけど、合わなかったみたいですね。だから、浅井さんはもうやってないです、インターネットは。もう多分やることはないと思いますよ。もう完全に、私がやることじゃなかったって言ってましたんで。仕方ないっすね。マナーをね、守らないリスナーさんも結構いたからね。ポンプとかハトとかがあったから、浅井さんも気づいたんでしょう。あの人は、感覚の人だから。はい、こんばんは。金魚鉢いらっしゃい。はい、カムさんはどつ。おはよう、ゆうさん。おはよう。浅井さんのくだり見逃した？見逃したのはしょうがないね。ゆうさんね、それをやられちゃうとすごく困るんだよ。ごめんね。配信者ってさ、同じ話をループってすごく嫌で、みんなはさ、コメント欄を見て、何かあったんですか？って、今来ました。で、話す。で、10分後、同じ人が同じコメント見て、浅井さん何があったんですか？って。よくお話をするんだけど、映画館が、映画が上映されました。30分遅れてきました。そこで今どういう状況って言われるのがすごく嫌かな、俺は。ごめんね。申し訳ない。すごく嫌なんだよ。 なんでかっていうと、ループするんだよ、ずっと。ずっとループするの。同じ話がずーっとずーっと。疲れちゃう。 いや、おしゃれじゃないですよ、全然。全然おしゃれじゃないですよ。浅井さんとの付き合い古いからね。最近はね、家に遊びに来なくなったけど、もう1年ぐらい前は毎週遊びに来てたね、この家に。全然おしゃれじゃないですよ、僕は。
ボクシング上手くなった。ああ、ありがとうございます。ボクシングの方が向いてるかもしれないですね。僕は蹴り技向いてないですね。ボクシングの方が得意です。だから今回捨て頃でボクシングルールでできるっていうのは嬉しいですね。もともとボクシングの方が好きなんですよ。だからね、多分ね、キックの方がね、あんまり関心湧かなかったんだと思う。シャドウも全然キックやってなかったしな。蹴り技がね、あんまり見てて面白くないんですよ、僕。好きなファイターもレイセフォーとか、K1 でも。レイセフォーとか、あと、マークハントとか、そっち系だったんで。ツイッター見てきました。はいはい。レイセフォーっていう、一回ね、表参道ですれ違ったことあるんだけど、すごかったよ。一回り二回りも大きく見えて、すごいオーラがあった。強い人の匂いがするの。獣臭っていうのかな。で、すれ違った時、外人、でっかい外人だなと思って、ファッてすれ違ったら、ぐわって強い匂いがして、パッて振り向いたら、とんでもなくでかく見えて、背中とかもこんなでかいのよ。本当にこんなあるのよ。で、身長180ぐらいなんだけど、俺は2メーターぐらいに見えたね。でけえと思って。コナー・マクレガーわかんないっすね。僕、総合格闘技全く見ないんすよ。正直言うと、キックボクシングも苦手なぐらいで、なんでかっていうと、僕は喧嘩大っ嫌いなんですよ。で、スポーツが好きなんですね。だから、もう、総合格闘技はもうスポーツの域を超えてるっていうのが僕の考え方で、もちろんやってる人はそんなことないよっていうのは分かるんですけど、そんな甘い世界じゃないよっていうのは分かるんですけど、なんかね、やっぱりね、人を踏みつけたりとか、人をなんかこうパウンドっていうのをマウント取ってね、殴ってるのがね、僕はあんまり見てて心地が良くないんですね。だからボクシングが好きですね。ペンペンさん、バーガーありがとう。いや、オーラだね、オーラ。もうもちろん筋肉とかすごくでかいんだけど、オーラすごいでかかったっすね。あ、これを強い人が持ってるオーラっていうんだなっていう。もう勝てないって分かるんだよね、本能で。もうこの人とその何かトラブルが起こってパッてなったら絶対勝てないって分かんの、本能で。それがね、相手をでかく見せるんだよ。これ本当にあるんだよ、そういうのが。で、サムネすごくいいよね。俺ね、今回プロのカメラマンに撮ってもらって思ったんだけど、自分のツイッターが芸能人のツイッターみたいになったの。これさ、初見さんがパッと見たらさ、なんか、え、芸能活動されてる方ですかみたいな感じになるじゃん。だからね、俺思ったんだけど、素人が下手にサムネいじったりとか作り込んだりしてもダメだと思って、プロが撮った1枚の写真でここまで変わるんだっていうのがよく分かった。いや、思いません？僕今まで散々苦労してサムネとかヘッダーとか作ってきたけど、プロが撮った素材、要はプロがしっかり撮ると加工がいらないんだっていうことが分かったんですよ。だから僕初めてですよ、写真をいじらないっていうことをやったの。僕ね、今回本当に衝撃的で、多分ね、絵とかもそうだと思うんだけど、本当のプロが撮るとやっぱりね、持ちは持ちやって言って、これとかも全然さ、ガチャガチャしなくてもかっこいいんすよ。テルバーサスチャンピンとかちょっと見たくなるじゃん、サムネとかも。だからね、プロってすごいなって。たった1枚のそのフィルムにこれだけの表現っていうのをやるんだっていう、今回すごく勉強になった。加工いらない、雰囲気出まくるよね。なんかねえ、しっかりした人みたいに見えるもんね。今回すごい勉強。そう、語りかけてくるんだよね、写真が。そう、だから自分じゃないみたいだもん。自分のツイッターじゃないみたいで、なんか違和感あるもんね、少しね。なんかね、タレントさんみたいだよね。ねえ、なんかね、カメオね、カメオさんね、本当に何これでしょう、カレーを。本当に、いや、笑わないで、本当。社長っていうかね、なんか
なんかそれっぽい活動、なんかこの人何なんだろうって気になるよね。すごい不思議だなと思って。やっぱね、プロってこういうことなんだっていうのを改めて思った。本当にすごく貴重な経験をさせてもらった。まあそのシルバーの X さんの技術を見てもそうだし、そのやっぱりね、なんだろうな、その道で極めてるっていうのかな、その道でやっぱりやってる人っていうのを、力を借りるっていうのはものすごく大切だなと思って。これね、多分ね、いろんなね、生主とかがね、びっくりしてると思うよ。俺だって一晩でね、自分のツイッターがいいねボタン60個超えてるのなんかないよ。しかも文字入れてないのよ。プロのカメラマンに撮影していただきましたって。で、大体ね、いつもね、いいねボタンどれくらいだろうな、10個ついたら当たりぐらいなんだけど、その6倍でしょ。こんなことってなかったんだよ。つまりこのいいねボタン60個っていうのは、このカメラマンさんの技術なんだよ。これってすごいことなんだよね。写真1枚で印象が変わるんだよね、やっぱり。これはね、なんかね、すごいなって思ったね。だからリスナーさんも写真くださいって、ほら、1枚写真プレゼントするよっていうのやったんだけど、喜んでくれて、いや、和道さんかっこいいって、これ保存していいですかとか、もちろんだよっつって、好きに使っていいよって言って、嬉しいよね。いや、いいっすよね、メガネ。いや、なんかね、のりこは意外と私は知ってるみたいなドヤ顔だったね。私は和道さんのかっこいいとこ知ってるからみたいな、意外とそんなはしゃがなかったから意外な反応だったの。のんちゃんが一番喜ぶと思ったら、いや、私は和道さんのこと知ってますからみたいな、なんかそんなミーハーじゃありませんみたいな、そんなにテンション上がんなかったから、プロリスだからね、のりこは。ガチ囲いだから。まあでもすごいかっこいいって言ってた。いや、すごいよな、何回見てもすごいもんな。でも意外と小顔なのが伝わるでしょ。意外とモデル体型なのがやっと伝わるよ。ほら、言ってもさ、顔でかいと思ってる人って結構多いの。俺放送でさ、いくら説明してもさ、またまたみたいな扱いされんのよ。なんか、はいはい、またナルシスト和道くんねみたいな。小顔なんだけどなって言ってもね、伝わらないけど、小顔感が出たよね、やっとね。でもちょっと体作ってから、カメラマンさん、おいくつぐらいの方なんだろう、30代後半、中盤後半ぐらいの人だと思うけど、俺よりも年齢上だと思うね、多分。下手したら俺と同い年ぐらいなのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないけど、多分上だと思うけど、どうなんだろうな、カメラマンさん年齢わかんない、多分上、俺の予想。小顔でしょ、はい、ワドツ、はい、こんばんは。かっこいい、ありがとう、ありがとうね、ネギっ子。いや、嬉しいよね。だから「いいね」がずっとピコンピコン、インスタグラム、 LINE とかがもうみんな「いいね」「いいね」するから、今日はすごかったよ、ピコン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 。昨日からさ、今日朝起きてからサムネとか全部変えたんだけど、ずっと「いいね」「いいね」「いいね」だよ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック。
出会いだからね。これはね、街の写真屋さんじゃ撮れないんですよ。街の写真屋さんレベルじゃなくて、もう東京っていう場所で最前線でやってるカメラマンさんだっていうのが写真から伝わってくるでしょ。どうしてもね、やっぱ七五三みたいになっちゃうんだよね。プロカメラマンって言ってもレベルがあるのよ。すごくね、よくしてもらってますよ。何かね、自分の配信の活動で恩返ししたいよね。だから俺ね、なんか配信者とかさ、金取って撮影会とか全然できんじゃないか。そのね、カメラマンさんのギャラがわかんないから、いくらぐらいなのかわかんないけど、普通になんか仮想配信者とかサムネ用の写真撮りますってやったらね、なんかすげえ、あれね、問い合わせ殺到しそうだけど、その人がね、ギャラ、うわー、すごい！エッグハントありがとう！ありがとうございます！高級アイテムありがとう！マジか、ありがとうね。超嬉しいわ。もうね、最近ね、本当に売り上げ悪くてね、苦しくて苦しくて。でも、いろいろ考えてて、本当にありがたい。金の話したくないけど、なかなか苦しくてさ、最近。本当にありがとう。対価をね、この放送に価値をつけてくれてありがとう。普通に数万円とか。街の写真屋さん、千葉県で撮った時は1万2000円で3枚ぐらいだった。1万2000円で3枚。これが相場だと思うの。だから東京だと多分、ありがとうございます。頑張ります。エッグハント2発目ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。本当にありがとう。あ、ランキングポイントアップって書いてある。うわ、すげえ、1000ポイントをゲット？嘘？ちょっと待って、1000ポイント？すげえ！ 1000 円プラスでもらえた。何これ、何これ、何これ。こんなのダメでしょ？ 1000 円プラスでもらえたんだけど。やばくない？これ1500円だよね、もらえるの。2発で3000なのに今4000円入った。今、1000ポイントプラスですって書いてあったよ。ほら。1000円プラスできた。これギャンブル性高すぎるだろ。ダメだろ、これ。パチンコ屋みたいになってきたよ。ふわっちがパチンコ屋みたいになってきたよ。今、あったよね。当たりだよ。花火2発分でかいよ。やった、ありがとう。イベント仕様なんだ。これは、これダメだろ。これダメだろ、こんな社交心煽るの。ふわっちがなんかパチンコ屋みたいになったよ。大丈夫かよ。ありがとうございます。カメラマン2、3万はかかるよね、絶対。でも、多分、配信者この日に、例えば、何時間かって決めて、1枚提出します。で、多分ね、10万とか回収できると思うんだよね。でも、その日、カメラマン多分、10万とかで動いてくれるレベルじゃないよね、多分。わかんないけど。なんかね、ねえ、俺は全然こういうのできると思うけどね。まあまあまあ、プロ中のプロだからもう無理だろうね。余裕で。再三、ねえ。ダメ？じゃあ取り消してもらおう。ダメだよ。いただいたアイテムありがたくいただきますよ。社交性煽ると問題になるよね。でもこれすごいね。1000円はでかいよ。大当たりだ。これだって俺、例えばなんだけど、街で8000円かかってこのサムネができますって言われたら払うもん。で、8000円20人集めたら16万でしょ。で、16万でその人が6時間拘束とか、なんだろう、1日潰れてもプラスになるんだったらね、なんかできそうだよね。あ、どうなんだろうね。そこはカメラマンさんわかんないけど、やっぱあるんじゃないの？こういう人を撮りたいっていう、可愛い女性から、こう、いかつい。俺ね、最高の写真っていうのが俺これなんだよ。俺が理想とする写真ってあるの。見せるね。俺はこの写真家っていうか、この写真の表現がすごいっていう。それが、これ。いくよ。
俺がもう出会った中で最高の写真だと思ってるのがこれなの。これすごくない？俺勝慎太郎をこの撮り方をしたっていうのは、これね、勝慎太郎すごい好きだしかっこいいじゃん。だけどさ、リアルはこんなもんじゃん。なんかあの大麻大好きのね、なんか東京湾で拳銃ぶっ放しちゃうただのアホなおじさんじゃん。で、白黒で撮ったとしても、なんつうの、こうなっちゃうと思うんだよ。わかる？こうなっちゃうのが普通だと思うの。で、これが普段の勝慎太郎、もちろん俺勝さん大好きだからね、こういうもんだと思うんだけど、俺勝さんの魅力をこれ最大限引き出してると思うの、この写真。わかる？いや、これね、陰影っていうかね、そのなんていうのかな、俺これこの写真大好きなんだよね。わかる？かっこよくない？この勝慎太郎、これすごいんだよな。別に白黒にこだわってるわけじゃなくて、で、俺今回撮ってもらった写真にそういうなんかね、強さを感じたんだよね。あの、この写真の中にももうこう、なんつうんだろう、光と影っていうの、そのこういうところに、な、俺がね、もっといい生き方してないから、勝さんみたいなさ、こうしわくしゃな顔になんかこうシワがまだ足りないからさ、モデルとしてダメなんだけど、ああいうおじいさんになりたいよね。明瞭度高いんですね、あの技術的なことは。そうっすよね、わかります、わかります。だからこの写真が俺一番気に入った写真なの、この写真が一番で。アドバイスもらって、やっぱ他人のね、アドバイスっていうか、プロのアドバイスを信じようと思って、そのサムネはこれにしたのね。これが一番いいって言われたから。で、ヘッダーに使う画像はこれにしたの、横向きで、横型の写真で。でもね、この写真が俺大好きで、大好きなんだよね。これよく、なんかこう、何がいいって、目が寄ってるところが最高に、正面からで、ピーカブースタイル、これね、嬉しいんだよな。これかっこいいよね、この写真、超お気に入り。多分人生で今撮った中で一番のお気に入りかもしれない。撮ってもらったも含めて、撮ったも、うん、いやーすごい。このピーカブーのこれが一番気に入ってるね。うん、その勝さんのね、写真でね、風呂上がったなうとか言われたらね、怖くてリツイートしかできないよね、うん。髪の白黒の方がいいんじゃないのか、髪の毛黒、いや、いいじゃん、赤で、うん。いや、これいいよね、この写真ね。いや、フォロワー1300人なのに60いいねは結構すごいと思うよ、これ。いいねボタンがこの写真の凄さを物語ってるよね、やっぱり。いや、やっぱね、あの、リスナーさんは純粋だから、無意識にいいね押しちゃうんだよ、いいものに。これはよくわかる。うん、普段の自撮りだと8いいねだからね。うん、iPhone で撮った俺の自撮りは8いいねだから、うん、10倍ぐらい差がある。うん、写真の黒髪かっこいい。いや、これ赤入ってるよ、思いっきり。反対側から撮ったら多分赤が強くなってたんだよ。光が当たってるのが、あの、なんつうんだろう、光、照明のあれがあるんだよ。要はこれってカメラマンさんが計算して、この鼻の筋に対してこっち側から光を当ててるのよ。で、こっち側をあえて暗くするっていう技法を使ってるの。俺がそういう写真大好きなの知ってて、だから全部その陰影をつけてんのよ。鼻の線に沿って影ができてんの分かるでしょ、ここに。こっちが暗くて、これが好きなの分かってる。だからね、そこが嬉しい。要はね、あの、いや、全然ついでに撮りますよっていうノリだけど、ついでじゃなくて、その俺の趣味に合わせて撮ってくれてるのが分かるの、この人が。違うかもしんない、違うかもしんないけど、俺はそう思う。ポジティブだから。
ワノの自撮り結構凝ってるよな。なんか裸のやつ。あれは違うんだよ。あれは凝ってるんじゃなくて、部屋のお風呂場しか、そうなんつうの、白壁がないの。だからお風呂場で 片方照明かかって、ああなっちゃうしかないの。要は、部屋がぐっちゃぐちゃだから撮れる場所がないのよ。宣材写真っぽく撮れないから、お風呂場でお風呂上がりに撮ってるだけなの。理由を言うと。写真のね、撮り方とかね、よくね、なんか、一眼レフ買ったらこれ誰でも撮れるんでしょって言ってたけど、スタジオの現場行ったらわかるけど、絶対撮れない。絶対撮れない。もう腕なの、完全に。腕と技術なの。もちろん機材もあるんだけど、多分ね、なんかさ、俺カメラ小僧大嫌いなんだよ、コスプレイヤーとかの。一眼レフ使ってるけど、俺の iPhone より下手なの。だから、ドラムでもギターでもそうなんだけど、高いの買ったらいい音出るよ。美しく撮れるよ。ただ、使いこなせなかったら意味ないんだよ、道具って。で、X さんもそうなんだけど、高いの一流のもの持ってる。カメラマンさんも一流のもの持ってる。だけど、何がすごいかっていうと、腕がすごいの。だから多分、俺の予想なんだけど、iPhone で撮っても、俺とは明確な差が出るの。で、下手な、なんか機材マニアみたいな、うんちくたれるマニアほど、機材が高くてダメなやついっぱいいるんだよ、世の中には。そう、偽物。それなんだよ。だもうすごいのよ、とにかく。しかもね、やっぱりね、そう、1枚にかける本気度と、1枚のそのスピードが違うのね。こうやったらこうなるっていう経験則がすごいんだよね。そうだね、工房筆を選ばずのね。ああ、ドラマーでもね。いるよね。うんちく垂れるほどうまく、これね、格闘技もそうなんですよ。もっとわきしめた方がいいよ。腰だよって言って、お前格闘技やったことあんのってコメント欄で聞いたら、いや、俺はない。お前さ、って、格闘技の経験がなくてよく俺に捨て頃のアドバイスするなって何回も怒って、もうコメントでわかるの。本当に上手い人って、アドバイスが的確なの。ワド君って、それ腰を切るっていうのね、足首のかかと、右かかとを外に45度回転させてみとか、要は、なんつうんだろう、教え方が違うんですよ。もっと腰だよ、ガードを上げろとか、パンチが猫パンチ。これアドバイスでも何でもないから。これね、俺居酒屋のサラリーマンって呼んでるんですよ、こういうの。居酒屋のサラリーマンに付き合ったら俺は負けだと思ってる。どの世界でも。どの世界でも、関わってはいけない人、居酒屋のサラリーマン。あいつらほんとモンスター、ただのモンスタークレーマーだから、絶対関わったらダメなんだよ。新橋系男子。新橋によくいる系男子ね。おい、誰だ？今、ドルさんの悪口言ったやついるだろう。なんか聞こえたぞ。今、ドルさんの悪口言っただろう。いつも人の悪口ばっかり言ってる配信者。誰だ？あんまり言うなよ。狭い世界なんだから。仲良くやってかないとダメなんだ。誰だ、どれの悪、誰がどれが新橋のサラリーマンだ。棚もろくに作れないポンコツとか。ダメだよ。沼とか行ったら。そう、高いもの使ってるからでしょっていうのが、もう素人発想だし、負け犬の発想なの。それがまずダメなの。いや、でもすごいよな。自分のサイトっぽくないもんな、本当に。いろいろできるよ、これ。いや、やっぱりカメラ買わないとダメだなと思ったな。なんか好きだわ、この世界。ワドンさん、もう一回スパーリングしたいです。東京来れるの？
東京来ることができるのかと、俺が指定した日に。必ずね、バックレは許されないよ。やるんだったらやってやるけど、お前さ、嘘ついたよな、俺に。覚えてる？陽平くん。お前、俺に喧嘩売って、スパーリングやろうよって第1回目の時、ボクシング6年やってるんですって言って、お前、俺にジャブの打ち方教えてもらってたろ？スパーリングやってあげてもいいけど、嘘ついたのは認めようぜ。第1回の頃。あれ、6年ボクシングやってたのは嘘だよな。まずそっからだよ。お前、俺にボクシング僕6年やってますって言って、いざリア突したら、お前公園でさ、俺より弱かったじゃん。覚えてる？ジャブの打ち方わかんなかったよね。なめんなよ。で、もしお前が、スパーリングやりたいっつったんだったら、手抜かねえかんな、俺。次は。いろんなやつが突っかかってくるけど、いいよ、やっても。ねえ、ガラッと変わったよね。嘘でした。それはすいません。うん。俺も格闘技かじってるからわかるからな。で、いいよ。お前が、俺が指定した日に、東京来れるんだったら、招待するよ。金作って旅費。静岡だろ？いいよ。全然やってあげるよ。写真関係は一度入ったらお金がかかるので気をつけてくださいね。でも楽しいですよ。いや、だから、金じゃないんだよ。金かかるんだけど、わかるよ。どの世界も金かかるの。うん。配信だって今いくらかけてる？もう多分ね、配信機材だけど俺いくらかかってるだろう。多分、外配信、歩く50万ぐらいだよ、俺。かかってるかかってる。わかるよ。どの世界でも何かを極めようとしたらかかるんだよ。事務代払うんで3万とかかかるぞ。3万とかかかるぞ。払えるの？東京高いから。払えるの？ 3 万。で、もしやるんだったら前回と同じところだったら横浜。で、3万ぐらいかかる。借りれるよ。高いよ。イベント企画一発打つのって大変なんだよ。花火も上がんないぞ。リスナー閲覧は伸びてもみんなただ見だぞ。俺あの企画の時花火2発だぞ。それでも勝負したいって言うんだったら俺は乗っかるよ。俺のギャラもいいよ。その代わり手抜かないぞ。はい、はじめまして。国や自治体にどうしても納得いかないことがあるのですが、調べてもらうことはできないですか？調べ物は自分でした方が僕はいいと思いますけどね。僕、忙しいんですよ。暇に見えるかもしれないけど、僕、今日朝10時に起きて、今まで動画2本の編集終わって、世の中にはね、何かをお願いするときに対価を払うのが僕は普通だと思うんですよ。何か人を動かすときっていうのは。で、金くれって言ってるわけじゃなくて、僕にもやることがあるし、僕も食っていかないといけないし。で、ロメさんが納得いかないっていうことは、ロメさんが調べるのが僕は数字だと思うんですよ。で、何か自分が経験してる、分かっている、ストックしていることであれば、質問されたら答えることはできますけど、そう。あなたのためになぜ僕が何かを調べないといけないのか分からないんですけど、なぜ僕が初見さんの、初めましてのあなたの、あなたが納得いかないことを僕が調べないといけないですか？電話かけておいで、今。もし、あれだったら、僕がやることじゃないと思うんですけど、対価は払います。じゃあやりましょうか。はい、花火ありがとう。対価はどれくらい払うんですか？で、どういう案件ですか？みーたん、こんばんは。花火ありがとう。匿名さん、ありがとうございます。ありがとう、みんな。そうそうそう。はい、こんにちは。
ありがとね。アイテムありがとう。なんかね、配信者とか YouTuber を暇だっていう風潮を本当に変えてほしいんだよな。あのね、すっごいよ。あの、何でも質問されたら何でも喋るけど、あの、本当に、あの、何かで食ってくって大変なんだぞ。うん。よく部屋でダラダラ雑談してるだけじゃんとか、大手配信者を叩くバカがいるけど、同じことできるのって言いたいもんね、本当に。で、俺はさ、前回すごい怒ったんだけど、旅をしろ旅をしろ旅をしろって数千人が叩いてたわけですよ、僕のことを。いかに無責任な発言かわかるよね。旅に行ったら閲覧30人だよ。クソだよ、クソクソ野郎だよ、本当に。俺だからね、もうね、本当そのクソたちに向かっては放送やめる。もう自分のこと大事にしてくれて、自分の話を聞いてくれて、自分のコンテンツを楽しんでくれるファンをとことん大事にするけど、にわかのね、本当に旅行けとかなんだとかいうね、人のことを顎で使おうとするやつの話はもう聞かない。すごくいい勉強になった。昼間にいない和道さんが寂しい。でもね、やっぱりね、配信だけだとダメだと思うんだよね。それはね、いろんな配信者見てきたけど、バブルはあるんだよ、どの配信者にも。でもね、うまくいってる配信者って5年やってきて、やっぱりね、その伏線っていうのかな、あの、1個のコンテンツに頼らないでいろんなことやってるんだよね。みんな営業周り頑張ったりとか、いろんなサイトでやったりとか。俺は今その YouTube での活動もやってるわけなんだけど、例えばその今日やった作業っていうのはこれなのよ。そう、あの、全部その撮っていただいた写真に変更したのと、これを作ってたの。これさ、あの、パッてサムネで見たらさ、普段のさ、なんつうの、こういうさ画像よりもさ、あの、クリックしやすいでしょ、こういう方が。で、あの、達彦とテルは試合があるから、捨て頃盛り上げたいなと思って、テルのやつと、あの、達彦のやつ編集してたのよ。で、1個の動画、例えば5分、これ2分の動画なんだけど、この2分の動画を作るのに、2本作って多分8時間ぐらいかかってんだよね。岡山の旅だね、岡山の旅。風船プレゼントありがとう。だから俺はやりたいことやる、自己責任でやりたいことやる。ああ、嬉しい、ショコさんありがとね。何でもやるよ。だから俺、何にもやらないとか結果残してないって言われてるけど、結果はすでに残してるし、あの、っていうか今見えてるのが結果じゃん。閲覧にしろ、フォロワーにしろ、収入にしろ、結果出してるんだよ。なのに結果がいつも出ないとか言われたり、途中で何でも諦めるとか言われるけど、俺多分ね、どの配信者より、どの配信者、便所さんとかな、ふとは軽い人はいるけど、行動力はある方なんだよ。そう。むしろ、あの、見切りが早いタイプなのね。すごいフットワーク軽い方なのに、なんかね、口だけのやつにね、口だけとか言われるのすげえ腹立つんだよね。廃墟ね、大好き。廃墟大好きなんだよ、実は。いいとこつくね。廃墟好きなの。うん。はい、ありがとう、知らんけど、いつも。風船ありがとうね。ネットの中だけって言うけどさ、キララさんさ、俺現実世界で現金使ってるんだよ。ネットの中だけって言うけど、俺新宿歩いてたら和道さんですよねって声かけられるんだよ。ネットの中だけなのはあなただよ、多分。ネットの中だけで何かをやってるのは、俺現実世界に影響あるもん。だからそれはあなたの見え方でしょ。軍艦島って今行けないんじゃなかったかな、閉鎖されてんじゃなかったかな。軍艦島大好きなんだよね。あとね、家の近所にあるんだよ。あともう一つあって、あの、川崎の工業地帯で写真撮りたいっていうのがあって、川崎の工業地帯知ってる？
川崎のね、工場の夜景が半端じゃなくて、こんな感じなの。ここで写真撮りたいなっていう動画とか、こういう感じなの。線路があって、工場が光ってるっていう。かっこいいでしょ？こういう。なんかファイナルファンタジー7のオープニングみたいな、神羅みたいなさ、神羅カンパニーみたいな、こういうのを素材で撮りたいんだよね。知らない？すごく綺麗でしょ。配信ちょろっとやって、写真をメインで、YouTube のなんか動画とか、オープニングの素材とかに使いたいんだよね。せっかく近所に住んでるから、もうのんちゃんにね、夕方行こう行こうって何回もお願いしてる。すごい綺麗でしょ。そう。こういうのとか廃墟とか風景は、俺はフェチだよ。結構。結構ね、港町にはこういうのあるんだけど。そうそうそう。あとね、前回やった、なんだっけ、高尾山から新宿まで歩くっていう配信やったんだけど、その時見つけたね、夜中に見つけたんだけど、すっごい絵になるポイントがあるの。で、ここすごい、ここすごいって騒いでたら、芥川龍之介かなんかの小説かなんかに出てくる有名な橋みたいな。なんかもうスポットなんだって。あれなんつったっけな。三鷹だっけあれ。三鷹の線路。鉄橋、そうそう。あれはすごいよ。あれはすごかった。あそこもなんか映画とかのワンシーンで使えそうだなとか。結構ね、旅行きながら、絵になるところはね、頭に入れてる。三鷹だったよね、確かね。龍之介がなんだかんだとか書いてあったけど。東京はね、絵になるポイントがいっぱいあるからいいよね。俺の近所でもよく映画とか撮影してるよ。いっぱい撮ってる。やっぱなんていうのかな。なんか被写体とか、その素材っていうものがあって、100%伝え、今回の写真もそうだよ。100%伝えるのなんか当たり前で、100の素材のものを1000にしたりとか、100の素材のものを2000にしたりするのが俺はプロだと思ってんの。要は俺みたいなポンコツを撮ってもかっこよく撮るっていうのがプロの仕事だと思ってんのよ。クソみてえな曲を叩いても、なんかこうプロの楽曲っぽく見せるのが俺はプロだと思ってて、配信者は逆なんだけど、いい素材をとんでもなく下水ものに変えるのが俺らの仕事なんだけど。だからなんかこう素材がいいものってやっぱいいよね。風景にしろ何にしろ意外となくならないものじゃなくて、時代とともに失っていくものだからな。だから撮れる時に撮っとかないとダメなんだよね。人との出会いと風景の出会いってすごい似てると思うもん。なんか白飛びしてる画像。なんかね、ブリオに変えてからね、ブリオをインストールしたんだよ、なんか。なんか光が強いような気がすんな。そんなことない？なんか設定おかしいな。こっちの方がいいかな。なんか画面ザラザラしてるんだよな。何なんだろう、これ。なんかノイズが走るよね。目細いよ、俺。意外と風景変わるんだよね。で、最高の風景って実は見つけたうちに撮らないとダメだよね。俺だからね、すげえ後悔してるのは、ドローン買っとけばよかったと思って。もう違法になる前に新宿で飛ばしまくればよかったと思ってるもん。この辺ドローン飛ばしたらかっこいいのいっぱい撮れるよ。高層ビル群。だからね、法律変わる前にバンバン撮っとけばよかったと思ってる。もう撮れないからね。そう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 、新八丁が撮ってるところがさっきのところ。さすがだね、配信者だね。俺、新宿、池袋、渋谷、あの辺歩いてたら声かけられるよ。上野とか。
中野でも声かけられるから、ほぼ1日歩いたらほぼ 100% 声かけられるね、ほぼ。うん、まあだから1万人ぐらいと、だってさ、多分なんだけど俺の名前と顔を知ってる人って世の中に5万人いるとするじゃん。で、日本の人口が1億人でしょ、多分ね、5万人ぐらいに、知ってるっていう人はいると思うんだよ。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億割る5万人、10、100、1000万は2000人に1人なんだよ。2000人に1人は俺のこと知ってる計算なの。だから新宿とかってやっぱただ1日歩いてるだけで2000人とすれ違うから、多分ね1万人ぐらいすれ違うんだよ。その計算で言うと声かける人いるでしょ。だいたい和道さん、だいたいなんかね、意外なのが俺はなんか宗教の勧誘とかも声かけられるのよ。だから若い人がこの前うわーってきて、うわあーすいませんって声かけられたから、うわ宗教の勧誘だ楽しいと思ってネタが取れると思って、はいって喜んだら、ヘッドホン取ってはいって言ったら、あの配信やってますよねって言われたから、そっちかと思って、あやってますよって、和道さんですよねって言って、そうですって言って、あー僕ずっと見てます、今度花火投げますねってふわっちでやってるんですよねっつって、どこ行ったんだよあいつ小僧てめえ、お前花火投げるって言って声かけただろうがよ、俺からお前何ヶ月経ってんだよお前、5ヶ月は経ってるだろうがよ、誰だよ小僧てめえこの野郎、投げてねえだろそつきがよ、本当に絶対言うんだよ、ふわっちのにわかやつ、今度花火投げます、投げねえくせに言うなよこの野郎。はい、ワードツー。いや、配信の世界どんだけ広いと思ってる。いやいやいや、確率論で計算したな。うん、いや、5万人ぐらい知ってるだろう。いや、5万人は知ってるだろう。普通に持ってねえだろう。フォロワーが5000人で、俺のこと嫌いなやつが9割か。計算合うだろう。5000人コミとか何回も作ってんだから、フォロワーが5000人で9割に嫌われてんだから、1割の5000人だろ、で9割の4500人だろ、4万5000人だろ、足したら5万人だろ、日本人口で割ってみれば2000人に1人ぐらいだろ。フォロワーが4100人いるだろうがよ。まあまあ和道さんですよねとか、写真撮ってくださいとか、うん、そんな感じだね。いや、なってみないと分かんないよ本当に。声かけない人もいっぱいいるからね。あ、深夜のコンビニでもこの前ね、わだーって叫んでたもんね。うん、あれ誰だったんだろう。いや、さすがに別に持ってないよ。なんだろう、芸能界のさ、トップの松本人志とか、あれだよ、ビートたけしさんとか島田紳助さんとかさ、ああいうのとは別だよ。ただまあまあそこそこ有名っちゃ有名なんじゃないの。別になんかなんだろう、うん、それくらいはあると思うよ普通に。だから知らない人に声かけられるの俺普通だもん。トム・クルーズは全然ね、トム・クルーズぐらいだろうね、うん、あ、いやいや、芸人さんが声かけてくる、和道さんですよね、うん、
売れない芸人さんが声かけてくる。僕芸人やってるんですよ。新宿ほら吉本があるからルミネもあるし、和道さんですよねって。そうだからあるでしょその辺の売れない芸人さんよりは。まあまあだからダサいかどうかじゃなくて有名は有名だよ、うん、いいか悪いかは別として。さすがに無名ではないだろう。まあでも東京はただ人口多いだけっていうのあるからね。だから逆に違和感感じたのは青山とか表参道とか歩くと全く声かけらんないの代官山とか恵比寿とかあの辺は大体わかんの目線で、あこいつリスナーだなとかこいつ俺のこと知ってるなって顔でわかんだけど、まあアンテナが来ない。恵比寿代官山青山表参道ら辺は全然見ないんだろうなあいつら配信を。だからなんだろう、江戸川区とかさ足立区とかさ練馬とかが暑いんだよ多分東京で言うと新宿とか、うん、客層がネットの悲しいよねこれね。上級国民は見ないんだよ放送。お台場なんて全然視線感じないもんね。23区は階層すごいよ、すごいよ。同じ東京ってだって隣の駅って、だってさ新宿区の中でさ大久保と高田の馬場と新宿と西新宿ってさ全然違うイメージじゃん。歌舞伎町となんだ西新宿の都庁らへんの感じと、これ全部新宿区なんだよ。高田の馬場も大久保もコリアンタウンでしょ、学生街でしょ。これ東京のすごいところだよな。そう歩いて行ける距離なのに、でちょっとそこ行ったら中野だかんね。だって家の前の通りここすごいんだよ。家の後ろの通りが中野区なので、一個この家から向こうに行くと渋谷なの。だからギリギリ新宿なの。ここ中野にも渋谷にも2秒で行けるの。おう都庁前の公園いいね。中央区はもう別格だよ、うん、あんなん本当に、うん、上級国民だよ。この前川で助けていただいてありがとうございました。亀です。あ、亀さんありがとう。花火ありがとう。ね亀さん、俺は普段ねあなただから助けたわけじゃないの。亀さんいつも言ってるけど、あんまり恩に感じなくてほしい。感じなくていい。もしね、俺は普段から、俺小学校の頃さ亀を飼ってたことがあって、で亀好きなんだよ。で俺は普段溺れてる亀、横断歩道を渡れない荷物を背負った亀、階段がこう年を取ってしまって階段がなかなか登れない亀、妊娠中で横たわってる亀、いろんな亀を助けてきた。だから俺に花火を返すんじゃなくて、もし困った亀を見つけたら助けてあげてほしい。それが俺の気持ち。花火ありがとう。あいーちゃんこんにちは。うん。練馬区、足立区、江戸川区とか庶民的な感じがする。庶民的っていうか下町っぽいっていうか荒々しいよねやっぱり。うん、やっぱり荒々しいよね。うん、いややっぱね世界中の亀からねリスペクトされてるからね。花火パチパチありがとう。うん、何の話してたんだっけ。中野坂上に住んでたんだ。いや中野坂上最寄り駅だよ。あ今日ね俺は取材しに行ったよ。のりこといきなりステーキ行ったよ。
いきなりステーキ。便所さんじゃなくて、金梅さんがいきなりステーキよく行くじゃん。行った。昼間ランチタイム。300g で1300円で、スープとライスおかわり自由かな。サラダも、ミニサラダがついてて。で、のりこは 200g 食って1100円だったの。安かったの。あんまうまくねえな。美味しかった。のんちゃんは美味しかったっていうの。いきなりステーキハマっちゃったの。俺はね、ステーキガストだわ。ステーキガストは2400円ぐらいするんだけど、サラダバーもついて、ご飯おかわり自由、カレーもついたんだけど、いきなりステーキ、俺ね、赤身の肉ダメだわ。脂っぽいその肉が好きなの。なんかね、俺はのんちゃん、何、赤身の肉が好きなの？なんかのりこは美味しかったって言ってたよね。俺ダメだったな。なんだろう、赤身の肉でもうまいのはうまいんだけど、のんちゃん可愛いでしょ。はい、おはようございます。安いとっつうかね、ほら育ちがいいじゃん。ガキの頃からうまいもん食ってるから、味覚が庶民とは違うわけですよ。僕も、もう俺はマロングラッセ食ってたから、幼稚園生の頃から。だからね、ちょっとね、俺はあってなったね。ヒレ全然好きだよ。好きだけど、なんていうのかな、ソースが合わなかった。ソースダメだったね。もっと甘口にすればよかった。いや、甘口もやったんだけどダメだった。俺の中でいきなりステーキはもうないかな。だったらステーキガスト行くかな。赤髪ありがとう。赤身は別に嫌いじゃないんだけど、ちょっと俺はいきなりステーキ合わなかったな。なんかワイルドステーキっていう、なんか安いやつ頼んだんだけど、要は押してるやつ、安くて定番みたいな。リブ食えばよかったかなとか、いろいろちょっとね、ちょっとなんかこう、もう俺だから今お腹空いて、もうステーキガスト行きたいの。やり直したいんだよ。のんちゃんにさっき言われたの、ってさっきステーキ食べたじゃんって。いや、俺このままだと寝れないみたいな。いや、俺はだったらのりこが焼いたステーキの方が全然うまくて。でもね、ステーキばっかりは家で焼いたらまずいんだよな。なんだろう、鉄板がいいんだよ。そうそうそう、鉄板でね、食うのがいいんだよね。コマはいきなりステーキもステーキ屋あるよ。何言ってんの？え？お前人の話聞いてねえだろ、言うわ。コマはいきなりステーキもステーキ屋ある？何の話してんだよ。にわかか？いきなりステーキって関西にも他にも店舗あるんだ。わかんない、それは。俺は千葉だとわかんない。でもね、あのさ、みんなさ、東京の人知らないっていうファミレスがあるんだけど、ジョイフルって聞いたことないでしょ。これ関西では定番なんだよ。あの、関西では、え、ジョイフルないのっていう。東京の人ジョイフルっていうファミレス知らないでしょ。知ってんの？ちょっと黙ってて。ちょっと黙ってて。知らないことにして。知らないでしょ、東京の人。北海道も知らないはずなんだよ。うるせえなぁ、ほんと。知ってても知らねえっつんだよ、そういう時は。放送の邪魔をするんじゃねえよ。知らない体じゃないと話が進まねえだろうがよ。俺が振ってるんだから。東京の人は知らないと思うけどっていう振りがあったのに、知っていたらこのトークができないんだよ。わかる？ジョイフル安くてうまいんだよ。あの、千葉にあったの、成田に。うるせえ、本当に。そう、九州なの。だから鳥天があるんだよ、鳥天が。大分にあるんだ。関西リスナーが知ってるっていうのはいいのよ、九州とか。東京のリスナーは知らない体じゃないとサプライズにならないから。関西だけどジョイフル知らない？もうふざけんなよ、本当に。もう言いたい放題言いやがって、本当に。
あ、地元なんだ。お、関西だからね。ジョイフル美味しいよね。で、東京はガストが強いの。逆に関西の人ガストって知らないんだよ。だからステーキガストっていうと、あのファミレスのガストのステーキ屋さんのガストなんだ。うん、でジョイフル美味しいよね。ジョイフル好きなんで安いんだよ。安くてうまいんだよ。だからやっぱね、関西の方が安くてうまいもんいっぱいあるよ。ジョイフル良かったのにな。よく溜まってたな。あのね、ハンバーグとね、カニコロッケのね、うん、なんかね、プレートみたいなのがこの辺にあんの？吉祥寺にあった。あ、吉祥寺にあるんだ。おお、うるせえなうるせえな。ジョイフルうまいよねって知ってるんだ、みんな。ジョイフル安くて美味しい。でもね、ガストがあんまね、俺ガスト微妙派なんだよね。ガスト微妙じゃない？なんかガスト好き、ガスト好きなのかよ全然味覚合わねえじゃねえかよ、さっきから。大阪でもジョイフルそんなたくさんない。あ、そうなんだ。フレンドリーはわかんない。何それ、フレンドリー。新しいネットワークビジネスの会社？フレンドリーって。ビッグボーイはあるよ。ビッグボーイある。ハンバーグ食べないからさ。え？ハンバーグは。あ、ごめん。なんか変だと思った。そうだ。のりこ酒飲んでるんだ。酔っ払ってんだろ、お前。そうだ。今日なんかやたら後ろから声飛んでく。そうだ、酒買ってたんだよ、さっき。もう今酔っ払いがいるんだよ、俺の後ろに。ちょっと今日うるさいけど、大丈夫だから。なんか変だなと思ったの、さっきから。そうだよ。これは大体、ちょっとのんちゃんおいで。いや、全く。そう、飲むとこうなるの、のんちゃん。なんか当たり目食いながらなんか飲んでんなと思ったら、酒飲んでんだよ、昼間から。そう。だいたいこうなってる時はのりこが酔っ払ってる時だから覚えといて。うん、もともとジョイランドって言うんだね。えのんちゃん来ればいいのにね。うん、フレンドリーレストラン、わかんない、フレンドリー。うん、びっくりドンキーは北海道じゃなかったっけ、本社。本当にお前営業妨害か、この野郎、後ろからてめえ酔っ払いがよ。ほんと弱いの。もう缶チューハイ飲んだだけでもうすごいびっくりするよ、のりこ。缶チューハイ 3% とかのアルコール飲んで隣で寝ようとするじゃん。もう6時間ぐらい経ってるんだよ。4時間とか6時間経ってるのにアル中の匂いがすんの。分解酵素を全く持ってないからアルコールが回ってるのよ、肺の中で。くっせえの、こうなったら。いや、もうすごいよ、のりこは。酔っ払ったらずっと喋ってて、4時間とか6時間ぐらい缶チューハイ1杯でベロンベロンに酔っ払ってるからね。すごいんだよ、のりこ。酔いが早いっていうか、普段全くお酒飲まなくて、初めてお酒飲む中学生みたいなリアクションになるの。だからもう今わかるでしょ、のうちのリスナーだったら。普段全く喋らないのに、俺もおかしいなと思ったんだよ。なんでこんな後ろからなんでこんな喋るんだ今日こいつと思って、あ、酒だと思って思い出したわ。思い出した。酔っ払ってんでしょ、全部飲んだの。飲んだ。おいで。いや、可愛いよ、のりこは。可愛いよ。いや、真っ赤って言っても放送じゃ分かんないよ。うん、なんかね、たまにね、俺と付き合い始めて1年ぐらい経ったぐらいかな、急にね、なんか酒覚えたんだよね。ちくばになっちゃった。前もちくばになったもんね。何なんだろうね、こののりこの酔っ払い方は。面白いよね。今日どうしよう、ステーキガスト行こうかな。なんか不完全燃焼だよ、ほんとに。もう沖縄泳げる？あ、どうなんだろう、まだじゃん。海開き
そんな早くないでしょ。てか沖縄ね、クラゲ出るからね。ねえ、かっこいいよね、これね。これでしょ、このシリーズでしょ、イケメン和道シリーズ。女性リスナーさんが結構写真ください写真くださいって DM 来るよ。うん、目が寄りすぎててどこ見てんのか全然わかんねえなこれ左目おかしいことになってるよ。いや本当に本当に結構喜んでくれてて嬉しいんだよね。いやいや、プロのカメラマンさんに撮ってもらったんだよ。だからいろんな50枚ぐらい写真持ってて、びっくりするぐらいかっこいいよ。やっぱプロってすげえってみんなで言ってて大絶賛だよ。リスナーさんかっけえかっけえって、いいないいなとほら、うん、ほら遠い目をしてる。かっこいいでしょ、高須クリニック感出てるでしょ、うん、すごいすごいよね、うん、これバナナって呼ばれてるのこれだね、うん、ちょっと斜めに傾いてくださいっつってバナナって呼ばれてんだよなこれポージングは無理だって素人にポーズを要求したらダメなんだって、うん、笑うっつうかなんか、うん、これなんかね100円落とした男って呼ばれてるからねこれね、うん、ヤッホー100円探してるって、うん、はいワドツーいらっしゃい。結構大絶賛ですよ。今度ください。いや別に今度っていうかツイッターフォローしてくれてる人だったら写真1枚プレゼントしますよ。写真くださいって DM くれたら、うん、エグザイルにそうじゃなくてそのカメラマンさんの指示でどんな感じで撮りますかって、あれだよあのエグザイルみたいな感じで撮ってって言って、はずっと思ってエグザイルみたいな感じで撮るってなんだと思って、はいっつってエグザイルみたいな感じでお願いしますってあれエグザイルみたいな、あこの前のみたいなブランドデザイナーって何、そんな職業あんのブランドデザイナー結構でもいい写真いっぱい撮れたんだよ本当にありがたい。ヘッドフォンの CM とかも多分受け付けることができる、うんうん、いつでも売れない DJ っぽいでしょ、ちょっと売れない世界的な DJ、うん、いいでしょ。いやポスターにしたいなって思ってるんだけど、ポスターって作れんのかな。いやでも買うか買わないかで言ったら買わないでしょみんな。ちょっとね捨て頃っぽいやつも撮ってもらったんだよほら。これポスターにできるよ、どんだけ引き伸ばしても鮮明だからねほら。これいいでしょ、どんだけ引き伸ばしても鮮明だから、すごくないここまで引き伸ばしてもまだいけるよ、まだ行ってみる、どこまででも引き伸ばせるから、ほらここまで引き伸ばしてこれってすごくない、うん、ほらおでこのほくろとかもわかるでしょ、うん、ほらすごいでしょ、マックス毛穴まで見えるよ、だから体毛濃いのバレたかんだ、ほら腕毛全部見えるからすごいよね。本当は生えてないんだよ、本当は一切腕毛とか生えてないんだよ、カメラいいカメラを使うとこうなるから、本当はパイパンだからね俺。すごいよね、でかくしすぎて戻すの大変、戻すの大変、戻ってきた、よし。大きいポスター欲しい？マジで言ってんの？抱き枕とか。抱き枕作るこれで。それただのサンドバッグにされると思うんだよな。これで抱き枕作ったらただただ殴られるでしょ多分。
いいよね。なぜ顔を隠す？いや、別に理由ないけど、顔隠してないけど。かっこいいよね。声高いサングラスいつもしてる配信者ケンケン、わかんない、うん、マックさんいらっしゃい。はいはい、行ってらっしゃい。今日ステーキ焼こうかな、どうしようかな。ファイトクラブやジムのイメージポスターとかにいいかも。いや、なんかリスナーさんから画像届いたよ。なんか見てみる。あれどこだ。なんか届いたな。そういえば作りましたよって来たよ。月刊ワード、うちのリスナーやっぱね、あれだから、月刊ワード2018年ボリューム4月号だね、これ、うん、寄り目の剛腕ワードリッスンって書いてある。独占インタビュー、信じるな疑うな確認しろって書いてある。ここいいね、うん、独占インタビュー配信家ワードで、ね、信じるな疑うな確認しろ、見出しもちゃんとあるもん、うん、かっこいいね。月刊ワード、月刊ワード出す。フリーペーパー。3枚ぐらい、うん、フリーペーパー出すか、うん、月刊ワード、ビッグイシューと同じ。ビッグイシューと同じジャンルなの、200円のやつ。うん、おあ、全面のりこね。っていうか俺びっくりしたんだけど、やばそう。俺カオス見たけど、あれやばいだろ。あれなんか俺違和感しかなかったんだけど、何あの陽キャっていうかさ、陰キャだったじゃん。渋い感じでさ、トロトロ喋るっていうか、ブワーンと喋るのがかっこよかったのに、なんか、やばくないカオス。なんか、パリピみたいになってるよ。俺引いたんだけど、ちょっと。あれ、なんかカオスのリスナー気づいてないの？俺、ヤバゾウが言ってた意味わかるよ。全然、別人格じゃん。何あれカオス。雰囲気変わったレベルじゃないよ。別人でしょ。俺なんか、なんつうの、ラノベ読んでるみたいな感じだったもん。なんか人格が入れ替わったみたいな。違和感あるよね。あの、性格変わりすぎ。聞くわ、あれ。カオスさ、あの
高校デビューのなんか中学あじゃあ高校1年生の夏休み明けみたいな、そういう違和感がある。わかる？なんか夏休み明けて高校1年の1日目の授業をさ、なんかあれお前こんな感じだったっけみたいなやついるじゃん。なんかあったかこいつみたいな、ああいう感じなんだよな俺の感覚だと。お前童貞捨てたみたいな。趣味変わったみたいな。もう雰囲気全然違うよね。いや別人だよ俺からすると。1ヶ月でここまで人変わるのかよっていう。でもなんかカオス閲覧伸びてるよねすごい。まあなんか生主としてのキャラクター的にはなんか面白くなったから、なんか伸びそうな気もしなくもないんだよな。やだな、カオスが大手になるってなんかやだな。なんかワンチャンありえるよ。なんか陽キャになってて、なんか和道くんとどっちがカメラ回すとか絶対言わないじゃん。いやまあそれはカメラ回すのは全然どっちでもいいやとかさ。何あのキャラ。なんかもう配信者として伸びそうで怖いんだけど。伸びない感じがかっこよかったのに。まあ、なあ、脳みそ取ってるからな。すげえよな。だから複雑な気分だよ。複雑な気分。でもだんだん回復してるね。だんだん回復してる。すげえよかった。なんか初日の退院したてのカオスのやりとり、痛々しいもん、本当に。だんだん記憶、でも、本当に漢字読めなくなってたね。びっくりしたもん。受けるっていう漢字、まあ、誤字で打っちゃったんだけど、本当に小学生の漢字読めなくなってるね。多分大変なんだろうな。食事？いや、大丈夫じゃないよ。本人多分相当もどかしいと思うよ。マジで、だって受ける、受け取るの受けるが分かんないんだもん。あ、まあね、まあね。子供の心っつうか少年の心を持ってたから、うん。覚醒した感じだよね。いや、なんか、よかったな、俺は。なんか違和感はあるけど、やっぱ生きててよかったなと思ったね。IKB69 さんいらっしゃい。こいつ見たことあるな。違うか。さっきドレさんから電話かかってきたよ。で、なんか棚の放送すげえ受けたらしいじゃん。腕上げたねーって言ったの。何がだって言ってて。嘘だろって思って。配信者としてなんか腕上げたじゃんって。みんな喜んでたよみたいなこと言ったら、何の話みたいな。あのね、ただただ天然の放送事故だったっていう。すげえ引いた。狙ってないんだこの人と思って。
閲覧湧いたの分かる？って言ったら、いや、アンチが喜んでるだけだろとか言って。え？みたいな。あんなのお前、花火上がんねえよみたいな。わーとか言って、すごい怒ってたよ。わ、わ、天才だわと思って。どんだけ天然なんだよな。ああいうのもっとやった方がいいんじゃないって言ったけど、こんなのまた叩かれるだけだろとか言って雑談たぬき書かれるだけだろみたいなこと言ってた。天然って怖えなと思ったもん。勝てないよ。本人美味しいとかいう概念ないんだよ。やっぱりあんだけコメント走ったり周りが騒いだら普通気づくと思うんだけどな。普段コメント湧かないわけじゃん。で、コメント湧いてるってことはリスナーが喜んでるってことじゃん。なんで気づかないんだろうね。そう、なんか料理配信とか受けそうだよとかいろいろ言ったけど、やっぱなんか分かってなかったね。いや、なんか分かんねえみたいな。あなたが分からないわって思ったけど、もう配信10年やってなんでそのアンテナ持ってねえんだよみたいな。で、なんか俺ね、多分ね、ワドーと同じでね、発達障害かなんかなんだと思うって今頃気づいてんの。なんかね、俺取扱説明書読めないんだよねって。えー、と思って、54で今気づいたのと思って、手遅れでしょと思って、うん、ああ間違って買ったの、ああありがとうありがとう、ペニーさんアイテムありがとう。間違って買ったっていいね。それを俺に投げてくれるっていうのが嬉しいっすね。ペニーさんね、またね、何ヶ月かしたらあれやりますよ。格闘技のまた集まりあるんで、もしよかったらぜひぜひお願いします。あ、1000ポイントまた来た。あ、1000ポイントまた来たよ。運営さんから2000円。すごくない？3発もらって2000円だぜ。花火4発分。うわ、超ラッキーなんだけど。これ本来1500円なんだけど、俺2500円入ってんだよ。すごいよね。だってリスナーさん3000円で買ってるんでしょ、これ。3000円で買って2500円2回と、すごくない？今日マジで運いいわ。ありがとう、ベニーさん。へぇ。いや、超助かるわ。マジで、うわ、超嬉しい。2000円でかいぞ。うん。ペニーさん結構昔から投げてるよ。ペニー、アンコロ知らないかもしれないけど、ペニーさん多分ね、ふわっちだけ多分300万使ってるでしょ。昔から計算すると。俺の予想多分300は普通に使ってると思うよ。おそらく。もともと、だって、社長さんだからね。うん。すごいよ。俺にもトータル多分10万ぐらい投げてんじゃないの、昔からカウントしたら。だってほんと13万ぐらいしか食えない時とか、ペニーさん結構投げてくれて助かったもん。俺200ぐらいか300いってないか、そのうちの多分ね10万ぐらい俺に投げてくれてるもん多分ね、覚えてないけど、うん、気を許すなとか言う。うるせえな、本当に。昨日いじってやったんだから今日ぐらい黙ってろよ、お前。このドカソがよ。いっちゃん。売名がひどいよ、本当に。ペニーさん、金持ちっていうか、社長さんだから。うん。いや、ありがたいよね。いや、だから、本当、今の俺があるのね、ペニーさんのおかげでもあるからね。シルバー作ってるよ。うん、パイパンマンいらっしゃい、うん、作ってるよ。あ、作ってるっつうか、今活動は停止してるけど、うん、20万買って投げてたわ。へえ、すごっ、うん。いやいや、でも、風船だろうが、バーガーだろうが、花火だろうが、リスナーさんから食わせてもらってて、で、ペニーさんもね、結構爆投げしてもらってるわけだから、今があるの間違いないっすよ。見てくれてる人。
え、社長ではないんだっけ？え、でも、なんか会社経営やってなかったっけな？俺の記憶違いかな？ペニーさん、なんかやってたような記憶があるんだけど。俺の中で、その、社長かなんかっていう印象。ペニーさんが配信やり始めかやるぐらい、ま、リスナーだった頃から、ぐらいの、ね、まあ、そんな深い付き合いじゃないけど、コメント欄だけだけど。社長ではないのか。ちょっとよくわかんないけど。まあ、金持ちは金持ちだよ。うん、金持ち羨ましいわね。あのね、実際金持ちになったらわかるけど、あの、幸せと金持ちはあんまり関係ないよ。で、意外と貧乏だから楽しいっていうことっていっぱいあるの。これ金持ちの人よく話すんだけど、貧乏だった時、苦労話として話すんじゃなくて、貧乏だった頃楽しかったよねっていうのってあるんだよ。で、金持ちって、買えるものが何でもできるから羨ましいっていう理論じゃん。貧乏人からすると違うんだよ。買えないものがなくなっちゃうからワクワクがないの。要はあの金掴むようになるとわかるけど、あの昔欲しかったもの、どうしても手に入れたいと思ったものが買えるようになるといらなくなったりするの。あ、いつでも買えるから。これってね、あると思うんだよな俺。あのなんかそのいつまで経っても貧乏は良くないと思うけど、一概にね、金持ちがそのいいかっていうとまた別の問題だと思うよ。年取ってね、やっぱその金は掴んだ方がいいと思うけど、やっぱりね、若い時の苦労みたいなもんって美しかったりするよ。物欲なくなるでしょ？だって何でも買えるんだもん多分。何買いたくねえなみたいな。多分高級車とかも買えるし、家とかも買えるし、だけど、いや、プリウスでいいやとかになるんだと思う。だから俺金持ちってプリウス買うと思ってんの。ハリウッドセレブがプリウス買う原理って俺それだと思ってんの。だからそれよりも、なんかそのやりがいとか求める。やりがい求める人が多いよね。やりがい求める人。格差社会についてどう思いますか？ね、俺は反対派なんだけど、格差社会は。だけど、あの、ちょっと待って、スカイプもうアンインストールするわ。うぜえ。スカイプアンインストールするから待って。スカイプいらない。ちょっと待ってね。削除。本当うぜえ。スカイパーインストールした。そうそうそう。生き残るかどうかとか、欲しいものを追っかけてる時って実はすげえ良かったりするよね。で、格差社会については格差はない方がいいけど、なくなることはないと思ってんのね。格差はなくなることがない。ただね、これから先、お金の格差じゃなくなると思ってて、俺ね、もっと怖いね、フォロワー格差みたいな、のが始まると思ってんの。もうっていうかすでに始まってるんだけど、若い子がお金に関心がなくなってるから、今どこでマウンティングしてるかっていうと、ネットのフォロワー数とかだと思うの。意外とお金持ってる人が欲しがってたりするじゃん、それを。多分ね、ペニーさんね、100万円よりも、あ、わかった、ペニーさんに例えば500万円とフォロワー5000人どっちが価値があるっつったら、ペニーさん多分フォロワー5000人って言うと思うの。でも、今までの価値観だったら、そんなもん意味ないって言ってたじゃん。フォロワー5000人なんか意味ないよって。500万の方が欲しいよってみんな500万選んだと思うけど、金持ちからしたら、フォロワー5000人とか1万人手に入るんだったら欲しいって言うと思うよ。今の時代。フォロワー格差っていうのかな？なんか、そういうのあると思うけど。でしょ？貧乏だけどもともと物欲がないからな。いや、多分ね、その手のタイプの人はいないと思ってる。あのね、
これね多分ね俺よいこさん当てる自信あるけど、子供の頃から多分ちょっと裕福だったんだと思う。あのね多分ね、これよいこさんにじゃあ質問ね、あのスーパーファミコンとか何かとか買ってって言ったら買ってもらえませんでした、子供の頃。貧乏な俺らの基準からするとスーパーファミコンのソフト1個ってお年玉とかで年に1個買えるか買えないかとかなんですよ。お年玉の時だけとか誕生日の時だけ手に入るんですよ。買ってって言ったら買ってもらえなかった、なんかおもちゃとかそれって貧乏じゃないんですよ多分ね。その育ちってそういうところだと思うんだよね。はい、黒幕さんありがとう、ハートありがとう。5000人いれば常時閲覧100はあるでしょう。あ、余裕であるでしょうね。あ、そうそう、だから楽しみを優先するでしょうね。わかります、その感覚で。厄介なのがフォロワーの数が収入の数になる時代がもう来てるわけだよ。これが恐ろしいことなの。今までの価値観、今の価値観はお金よりもフォロワーの方がもしかして価値があるんじゃないのって。で、昔の感覚だと儲かるからっていう理由だったじゃん。今儲かるからじゃなくて楽しいからなので、厄介なことにこれからの時代、楽しければ楽しいほど人が集まって儲かるやつが出てくるの。これクラスター理論って言うんだけど、ハブになる人間とかクラスターになる人間がどんどんそうなっていくの。だからとんでもない時代来るから、今の時代なんか仕掛けておいた方がいいと思うよ。本当にとんでもない時代来るよ。ね、徐々に変わってきたよね。買ってもらえなかったんだ。じゃあ予想全然違えない俺と一緒だ、貧乏人だ全然買ってくれない親で、あ、じゃあ俺と価値観一緒っすね、うん、でもなんか昔楽しかったな。今何でも手に入るじゃん。そのゲームとかタダでできるからな、すごいよね。スマホさえ持ってればもう遊び放題だもんな。スマホって言うよな、子供な。何が欲しいっつったら、スマホあったら何にもいらないって言うもんね。これさえあればいいって言うもんね、多分。昔はさ、だから漫画を持ってるやつ、ゲームを持ってるやつ、ギターを持ってるやつで、俺は漫画とカメラを持ってるやつだったの。だから撮影したい時はいつも俺頼られたりとか、そう、専門家がいたんだよね、その同級生の中に。今いないと思うよ。何でも情報とかが共有されてる時代だから楽しかったよね。そう、ゲームやりに行く時はあいつの家とかあったもんね。スマホが欲しいよな、何でもできるんだもんな。貸し借りっていう概念がないでしょ、多分。シェアと共有でしょ、URL 貼れやいいんだもん。姉ちゃんのパンツ持ってるやつっていうよりも、姉ちゃんのパンツは分かんないけど、同級生のお兄さんがいるやつのペンギンクラブっていうエロ本を見に行くやつがいたね。ペンギンクラブ、レモンクラブとか、なんかエロ本がやたらある家もあったね、うん、あ、虫だったんだ、カブトムシとかか。いいじゃんいいじゃん。博学なやつは尊敬されてたけど、今じゃ、そうそうそう、オタクが結構ポジションがあったんだよね、オタクの。だからそれこそネットができる家とかあったじゃん。ネットやってるやつってね、少なかったからね。上級国民とオタクだけだったからね。姉ちゃんが綺麗なやつにパンツお願いするのあるんだ、俺わかんないわそれ。俺ね、のんちゃん怒んない、うん、エッチな話するから。エッチをした話じゃないから邪魔しないでよ。ね、すっげータイプのすっごい可愛い一個上の先輩がいたの。ショートカットのなんか可愛らしくて頭が良くて、でちょっとイケイケな感じのお姉さんがいて、でそいつは俺の友達の彼女だったのね、ずっと中学生の頃の。でね、なんかね、高1の頃その
女の先輩の家に、いや高校1年になるんだけど、高校生の頃みんなたまるのよ。たまり場の男友達が女だったんだけど、俺ね今でも覚えてるけど、その先輩が夜、先輩が寝てんのよ。先輩で俺後輩一人なの。だから高2なのよ、みんな。その女の人も男の人も。先輩が3人寝てて、2人っきりで起きてて、で尾崎豊の P、ライブかなんかの動画見てる時に、しまっちゃんって呼ばれてたんだけど、ねえしまっちゃんって私たち付き合うって言われた時のドキドキが、多分俺今までの人生のドキドキで一番ピークだったかもしれない。すごいいいシチュエーションでしょ、わかる、これいいでしょ。で本当に可愛くてモテてる先輩なのよ。でアグアグしてたら冗談だよって笑われたんだけど、いやじゃあアグ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 ってなってたあいやあいやあいやってなってたあいやあってしたら笑って冗談だよって言われたんだけど、あの冗談は多分あの大事な冗談だよね、うん、やれたかも委員会審議会の案件、そうそういうこと、やれたかも審議会で、これは朝まで語り尽くす案件なんだよ。エロいでしょ、エロいでしょ。しまっちゃんそれ忘れられないの分かるでしょ。いややれたのかな、やれたの、やれたのかやれてないのか、審議会ちょっとお願いしますよ先生。やれたの、やれたとかじゃないんだよな、別にやりたいとかじゃなかったからやれたんだ。でそれはじゃあ何、あー思い出した、まあいいや、それは嫌なことも思い出しちゃった。即返事すればよかったんだ。ほーん、エロいよねそれね。なんかね、女の人に告白されるシチュエーションみたいな感じはそれだけかな。からかわれたと思ってすごい傷ついたけど、うん、俺の高校1年生の時の話だよ。夏、高1の夏の話です。あーもうそんなんしたらね、そんなんされたらもう大変なことになってたんだよ。いやーなんかいいなー、なんかある？みんなそういうシチュエーション、うん、いややれなかったからとかじゃなくて、なんか素敵ポイントがあるじゃんそこに。別に俺異性として全然意識してなくて、いや綺麗な人だし可愛い人だなっていうのはあったんだけど、別に付き合いたいとかじゃないのよ。普通に遊んでるのが楽しいから、俺は尾崎豊のいつもライブを見に行ってるだけなのよ本当に。でそのお母さんと朝まで飲んで、酒飲み場だったのよそこが、うん、そうやれなかったから良かったんだよね多分ね。やってたらダメだったんだよね、すげえわかる。あの頃俺童貞だったのかな、どうなんだろう、童貞か童貞じゃないかギリギリのラインだね多分童貞だと思うんだよな。何やってんだろう今。尾崎の17の地図と思い出すパティン、17の地図じゃなくてなんだっけな、ファイヤーとかいう曲がいいみたいなこと言ってたな。ファイヤー、のんちゃんお薬飲まないの？お薬飲もうとしてるでしょ。あ、タバコ吸うだけか、はいすげえやさぐれてる、うん、17の地図じゃなかったな。いや嫉妬されてるうちが花だから、
初めてのキス、あ、誰だろう。初キスとか覚えてる？え、誰だろう。え、誰だろう。え、誰だろう。え、覚えてる？誰だろう。誰だ？え、誰だろう。覚えてないね。誰だろう。覚えてない。のりこじゃない？のりこだよ多分。俺の初めての中は31だね、うん、はい、まず2空気吸うだけで眠る。いらっしゃい風船ありがとう、うん、のりこだと思うね。のんちゃんの初めてのキス俺でしょ？そうだよじゃあ俺もそうだよね、うん、うん、そうだわ。のりこだわ。のりこのファーストキスが俺だから、うん、間違いないわ、うん、働かないんですか？お前ら好きだよな、その話題。やる？長くなるよ。いいよ、俺付き合っても。うん。将来とか不安になるとか働かない散々やってきたけど、付き合うの？その話。付き合うの？メビウスさん。いいよ、俺がっつり話しても。でも、結局俺が言ってること正論になるよ。長くなるよ。働くとは何なのかになるから。口論いいよ、全然。うん。じゃあ結論から言っていい？メビウスさん。結論から言っていい？結論から入ろうか。不安です。めちゃめちゃ不安。おそらくあなたが想像してる100倍以上、今も不安。うん。これは本当のこと。マジで不安。だから、外部の人に不安にならないのって、なるに決まってるじゃん、バカって感じ。俺は。今も怖い。I'm scary。うん。働きたくないから。労働が嫌いなの。わかる？両方とも本音なのわかるでしょ？不安な気持ちと働きたくないっていうその二つのせめぎ合いの中にいるのが俺。本音なの、両方とも。不安です。とても不安です。ただ、絶対に労働はしたくないんです。それが僕です。いや、だから結論からいくよって。だから俺とは勝てないよって。口論にならないよって。なんでかっていうと、俺は本音っていうカードしか出さないから。怖いに決まってるじゃん、うん、じゃあなんで働かないのって。働きたくないからだよ働きたくないもん。なんで働くの？逆に俺のターンでいい？俺もターン制にしようよ。俺さ、いつもさ、聞かれるばっかりで答えるばっかりなんだよ。俺にも聞かせてよ、なんで働くの、うん、逆に。働いても多分不安じゃないあと働いても不安でしょ、将来、うん、そう思うんだけど。今収入どれくらいなの？俺が求めてる収入の20分の1ぐらい。俺が人生生まれてきてよかった、人生変わった、最高だわ、俺神だわっていう、俺がマックスになるであろう想定してる数字の20分の1ぐらいの数字。生活するためでしょ、普通は。うん。働いてもまあ不安だろうね。うん。
まあまあやりたいことはやってるかな。ただまあ不安は強いよ、人よりもはるかに強いと思うよ。だってね、食えなくなったら終わりだからね。みんなからアイテムもらえなくなったら終わりだよ。それはアイテムくださいって、ま、ねえ10分おきに言うわ毎日8時間のうち10分おきに86は、10分おきだから6回あるわけでしょ。6回、6、8、6、48、約1日50回近く俺はアイテムくださいって言うんだよ。家なき子よりすごいよ。足立由美よりも迫真の演技だから、演技ではないけど、アイテムください。いやだから同情するなら金をくれだよね。なんでいなくなるのお前が振ってきた討論だろ。メビウス2時間やるんじゃなかったの？長くなるんじゃなかったの？何納得してるの？ふざけんじゃねえよ。もっとやり合いたかったわ俺。もうとことん朝までやり合いたかったわ。なぜ働かないのか議論。なんでいなくなるんだよなこいつら。都合が悪くなると。まあまあ配信は労働じゃないっていう俺の中では、本当は労働なんだけど、労働だと思ったらやってらんない本当は労働なの俺気づいてるんだよ。だけどそこを認めてしまうと、なんつうの、ゲシュタルト崩壊ってこういうこと言うのかな、なんて言うのかわからないけど、自我が壊れる。 AT フィールドのバランスがこう、世界のバランスとかいろんな俺の中の無理やり組み込んだレゴがガラガラって崩れるの。だから俺は配信はあくまで遊びって言い張らないといろんなものが崩れてしまうから、あのそこは突っ込まないで。いや同情なんかいらないよ。同情じゃ飯食えないもん。スライム君いらっしゃい。不安がなかったらもっと不安になるから、常に不安でうんこ漏らすぐらいの。だからうんこ漏らしてるからね俺。去年の31の冬にうんこ漏らしてるからね。記録更新中だよ俺。あの言葉遊びのうんこ漏らすじゃなくて、本気で今うんこ漏らしながら生きてるからね。たまに行くよヤバゾー、不安で原因不明のうんこ漏らしだよ。いやきついところじゃないよ。だから俺本当に今月、いやいい時はいいよ、いい時はいいけど、あのね、なんだろう、悪い時何回あったかっていうと、8日ぐらいか、8日8日間ぐらい3000円とか5000円だよ。10時間配信やって、この勢いとこのテンションで喋って200人とか100人とかが見てて3000円だよ。だから爆投げされて、なんかああこいつすげえ稼いでるからしばらくいいやんみたいになると思うんだけど、俺はマジで怖いから。本当に3日連続3000円とかザラだからね。0円とか俺のりこに言うもん。あごめんもう終わったかもしんないとかよく言うよ。ごめん飲んじゃ飯食わせらんないかもしれないって。マジであるからね。マジで夢っていうかね、夢ではなくなったんだよね。もう夢の中だから。だから今俺に必要な新しい夢なんだよ。もう次の夢がないと多分押しつぶされそうだよ。超怖いよ。こんなんいつまで続くか分かんないし、良くなるかもしれないし、不安だよ。不安で不安でしょうがないよ。毎日戦ってるよ。やりたいことやってるよやりたいことないのじゃなくて、あの惰性ではやってないから配信は。そこは誤解しないで、あのやりたいからこれを選んでやってるの。なんか夢がない人ではないから、むしろやりたいことしかやってない状態。へえ、足立由美綺麗になったよね。今がなんか一番色っぽくない？足立由美すげえ綺麗。今やりたいことはやってるの。ただやりたいことの中の苦しみだから怖いの。もう逃げ出したいよ正直。アルバイトに戻ってなんかこうね、ルーティンワークになったらどれだけ解放されるかって思うよ。でもやるんだよ。
だからドレさんから電話かかってきたけど、2人で傷の舐め合いだよ1時間。俺 YouTube の動画編集しながら、ドレさんは出来上がったばっかりの棚をさすりながら1時間愚痴り合いだよ。ワード苦しいなーって、苦しいっすねって。ドレさんも俺3000円だぜって、1日のアベレージ、マジで家賃払えるかもしんないけどって、多分家賃払えるけどどうしようって、本音これだよ、ドレさんの本音、俺の本音。家賃払えたら多分リスナーさん食わせてくれるよなみたいな、飯もなんとかなると思うんだよなみたいな、でも頑張ろうなっつって、そういう世界だもんね。うん、でもさワードさっつって、家賃払えたらなんとかなるよなみたいな、なんとかなるっしょみたいな。うん、あ、下痢漏らしてるんだ。いや、カツカツだよみんな。だから、いやテルとかいいなって思うけど、俺らそれダメだよなって。ありがとうございます、花火ありがとうございます、匿名さんありがとう。いやマジでマジで、あの、いや人のこと羨むのはやめようなって言って、あの、みんな苦しいんだよなって、みんな歴史があるんだよなって言ってたよ、ドルさん。そうっすねっつって、だから踏ん張ろうなっつって、あのね、数年経ってもなんかこうね、今より良くなるように頑張ろうなっつって、もう傷をベロベロ舐め合ったよね。えのんちゃん、さっき電話してたよね。うん、これぞ傷の舐め合いだよ。うん、まあでもね、そんなもんでしょ、どの世界でも。いや、アイラはだってプロだもん。アイラはだってすごいらしいよ、聞いた話で。噂だよ、あくまで、あくまで噂だけど、やっぱり女性リスナーの誕生日とかにカルティエが届くらしいよ。そんな100万とかするカルティエじゃないんだろうけど、それでも10万20万するでしょカルティエって。がアイラ様からカルティエが届くんだよ。いや噂だよ、噂だよ、噂だよ、俺本人にも聞いてない、噂だよあくまで。でもさ、嬉しくない？アイラ様からカルティエ届いたらそりゃ嬉しいでしょ。だからやっぱアイラはそういうことができるから、俺はできないもんね。うん、ステッカーまだ届かないんですけど、 3ヶ月前に入金したんですけど、ごめんなさい、ワドーさんつって、俺その既読無視するような男だよあ、何ヶ月前振り込んだんすかつって、ごめんなさい忙しいのに3ヶ月前に5000円振り込んで、ステッカー全部2種類ずつ、ああ、じゃあ暇な時送るからつって、で2週間後にごめんなさい、なんか郵便局何回か行ってるんですけど、本当にごめんなさい、なんかあれですかねって、和道さん悪くないですよねって言って、ああごめん送ってなかったわって。俺そういうやつだから、それ花火上がんねえよなそれはおっさんから絶大な支持は受けるけど、女性層から花火が上がらないわけだよな。なんだこいつだよねいやいやいや、一応まあ今入金された分多分全部届けてるんだけど、多分ねうん、リスナーが気を使うからね、お客さんが全力で気を使うわけだからね。うん、まあまあそうだろうね。いや、やっぱりわかるでしょ、花火投げてる人はわかるでしょ。いや、これカルティエね、高いでしょってわかるでしょ。うん、いや、モテるにはやっぱ豆じゃないとね。うん、そりゃそうでしょ、そんな甘い世界じゃないでしょ。うん、いや、大変だと思うよ、そういうもんなんじゃないかな。だからなんつうんだろう、アイラとか別にホストでも成功してた、ホストでも多分同じぐらい稼いでるでしょ、数百万、歌舞伎町とかでやってても。
だからそれをネットでできるだけだと思う。いや俺は無理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 、もう無理。俺だってあれだよ、ステッカーの文字書いてるときに怒鳴りながら書いてんだよ。のんちゃん知ってるよ、あーとかめんどくせーとか言いながらリスナーさんの名前書いてんだよ。なんで俺こんなことしねえといけねえんだよとかめんどくせえ、スタンプ欲しいわとか、なんでこれ俺が文字書いてんだよとか、すげえバリ雑言言いながら最低だろ、なんで俺自分の住所20枚も書かねえといけねえんだよとか、そういうクソ野郎だから、文字書くスタッフ雇いてえわとか、わけのわかんないこと言いながらやってるからね沖縄のお土産なんて未だに送ってないもんね。送ってない。そう、沖縄お土産冷蔵庫の上にあるよ。リスナーさんにプレゼントします、還元しますって言って花火もらって誰にも送ってないからね。いる？沖縄のお土産いっぱいある。ほらほら、沖縄のお土産、あ、名前いっぱい書いてある、やべえ。あ、名前書いてあるやつ全員いなくなったわ。あ、そういうことか。ちゃんと送んないから。あ、そういうことか。付箋が貼ってあるの、リスナーの名前書いてあるけど、あ、フォロー外れてるやつばっかりだわ。うわ、全員フォロー外れてるわ。あ、そういうことか。わかったわ。そういうことか。付箋が貼ってあんのよ。なるほどね。なるほど、分かってきたぞ。そういうことか。だからリスナーいなくなるんだな。うん。はい、ワドツー。なるほどね。うん。できないことやるもんじゃないね。うん。リアトツ待ちしてっていうかもうね。うん。アイラの全く食えない大食い配信面白いんだ。なんか寿司とかバーンってやってるよね、よくね。いやー、だんだん原因分かってきたな。それはフォロー外れるわな。手が回らないっていうか、まあめんどくさい。あ、ダメ、みーすけ、そういうのダメ。送ってない人いっぱいいるから本当にやめて。みーすけ、それダメ。消して、コメント。今すぐそのコメント消して。あの、ダメ、送ってない人もいるから、それよっぽど立ち悪いのよ。全員に送ってなかったらいいんだけど、送ってる人もいるからダメなんだって余計ダメなんだって。うん、最悪なコメントだよね。いや本当に今冷蔵庫の上にたくさん沖縄のお土産あるから、それが厄介なんだよ。そう、送ってる人には送ってて、送ってない人には送ってないんだよ。じゃあちゃんと言ってプレス早く送ってください感が欲しいから、やっぱ俺は、うん、和道さんの楽しみにしてるからみたいなプッシュが欲しいのよ。そう、うん、そりゃアンチ増えるわな。うん、肝ババアにしか愛されない、いいじゃん別に肝ババアに愛されて。そら若い子怒るわな。うん、おー、ありがとう、イースタースイーツありがとうございます。いいじゃん俺らしくて、クズっぷりが、それを含めて楽しめる人じゃないと俺の放送は楽しめないから。まあしかしよくよく考えたらクソ野郎だな俺。よくよく考えたらドクソ野郎じゃん、ドクソ野郎。そりゃ嫌われるわやっとだんだん分かってきたな。そりゃ囲わないわ。ちょっと待って、このイースターエッグさ2回やってるけど俺超運いいじゃん。 10% の確率で1000円ボーナス入るんだって。だっておかしいもん。これさ3個投げられて2個あの大当たり出たから、リスナーさんが3000円で買って俺2500円もらったんでしょ一発。ってことは運営の取り分500円なんだよ。
これ何パーの確率だと思ったら 10% って書いてある。これすごくない？ 10% の確率を2回連続で引いたんだよ。これすごくない？えぐいよね、えぐいよね、やば、超運いい。ありがとう、イースターエッグプレゼントありがとうございます。あざす、あざす、ありがとう、みずけ、あざまーす。ね、ありがとう。おはよう、ヒトラー。ヒトラーさん、うわお、ありがとう。匿名モアッチさん、ありがとうございます。ありがとう。若い子は何事もスピード感が大事。でも、若い子な、いや俺がモテないのそういうところだと思うんだよね。やっぱね、だって俺沖縄に行った時の、なんだろう、テルの LINE の多さ引いたもんね。俺だってさ、あの配信外だよ、じゃあ寝るかテルっつったら、ピコン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 で、こっちのベッドもピコン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 ってこういう状態なのよ。でなんか夜中のピークタイムが終わるとピコンピコンってなるので、俺らはもう慣れてるから、で朝起きるじゃん。テルはあ、こうやってもうリスナーさん、多分女性リスナーさんにこうやっておはようとかさ、カシャとかやってんのよ。でなんかこう送ってんの、おはようみたいな、今日もよろしくやでとかやってんのよ。俺の方 LINE つむつむやりませんか、やり LINE つむつむやりませんか、 LINE つむつむやりませんか、 LINE つむつむやりませんか、殺すぞこの野郎、本当に返せる内容がないの、こっちは社名送る相手もないの。 LINE つむつむの勧誘だけで30件ぐらい朝溜まってんだよ。向こうはもう女の子のリスナーがおはようてるくんとかさ、沖縄最高だねとかやってんのよ、最高やでとかやってんのよ。なんだこのさと思ったもん。 LINE つむつむだぞこっちは。 LINE つむつむ何をそんなに俺に LINE つむつむさせたいんだよ、バカどもが。メンヘラの LINE つむつむ率高すぎるんだよ本当に。風船ありがとう、マジで。なんでメンヘラは LINE つむつむやってんだよ、キチガイばっかりだよあの LINE つむつむやってるやつ、マジでマジで。なんかネズミ講みたいで、ほんとね、これね現代のネズミ講だよこれ、マジでマジで、これ現代のネズミ講だから、勧誘してくんじゃねえよマジで。 LINE つむ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 ってよ、クソみてえなアプリだろどうせ。リスナーから来ても返信しないね。あの俺のリスナーで俺にメッセージを送ったことがあるやつならわかると思うけど、あのね LINE スタンプが返ってくるだけ、ありがとうってやつあのね、あの俺が作業所で作った LINE スタンプのありがとうってやつ、アシカくんの LINE スタンプが来るだけだね、ありがとうってやつだ、うん、まあまあ来ないね LINE だから。のりこは正しいんだよね、あの家に来てって言って来たから。本当に昔からなんだけど、メールを返すとか電話を返すっていう習慣が全くなくて、で友達もそうだったの、電話も出ないしメールも返さないの知ってるから、あーいって夜こうチチチとかやるじゃん夜で来るので、それで普通に遊ぶっていうのが定番だったから。なんか病気なんだろうな、なんかの病気なんだよ多分、なんかどっかおかしいんだよ。青白い、ありがとう、バーガーありがとう、ノンラバーありがとうね。
ていうかさ、俺今日超面白くて、荒野行動っていうアプリがあるの知ってるでしょ？今すっごい流行ってる、あの戦争ゲームみたいなのの携帯版があるんだけど、それで明らかにステマなんだけど、俺の感想ね、明らかにステマなんだけど、なんかゲーム上で多分ね、荒野行動多分なんだけど、声がスカイプみたいなのが繋がってんの、ゲーム内で。で、萌え声の女の子が何かを歌ってて、男の人がそのゲームでパーって行って女のところに行って女の子に話しかけるのよ。その歌僕も歌おうと歌ってたんで、隣で歌っていいですかって言ったら、二人とも歌うまいの、二人とも超歌うまくて、でツイッターで拡散されてるっていう有名な動画があるのよ。でその声が俺結構ツボだったので、のんちゃん聞いてって言ったら、のんちゃんがこの声さ、あの愛子のモノマネだよって言うので、えって言うから、俺この人歌手だと思うんだよって言うと、うん、この人素人のなんかちょっと上手い人で愛子のモノマネだよって言うから、愛子のカブトムシ聞いてみたら、まんま愛子の方が歌うまかったので、なんなら愛子の方が全然萌え声だったの。ただね、 PV の画面に出てくる愛子で俺癒されたかったの。やっぱ絵って大事だよね。もうなんか愛子の声萌えなんだけど、俺の中ではめちゃめちゃいい声だよね、愛子。ただね、愛子が出てくるとなんか世界観が壊れるんだよ俺の中で。カブトムシいいよね。いや愛子はきついって。愛子は歌、愛子無理じゃない？なんか、いや、キャラも可愛い、声も可愛い、話も上手、歌は抜群にうまい、メロディーも天才。ただなんかね、なえるんだよ。そのなんか戦闘力53万ぐらいの声持ってるわけじゃん、世界トップレベルの、日本トップレベルか。だけどなんか顔面がなんかちょっとなんか声に追いついてないんだ、アイコ。うん、でもカブトムシいい曲だな、あの曲な。カブトムシ好き？みんなカブトムシ好きかい？カブトムシもうずっと歌いながら YouTube 作ってたもん。あいね、カブトムシいいよね、あれ名曲だわマジで。多分ね、でもね、アイコもね、俺の放送見たら言うと思うよ、ワド声いいんだけど顔で無理壮絶ディスってくると思うよ、アイコは。寄り目たい離れ目だ、うるせえよ酔っ払いが、うん、誰が離れ目、誰が寄り目じゃ。カブトムシ名曲だよね。少し手の臭い、違う違う違う、歌詞が違う、カブトムシの話だから今だからその歌の話でんの。でもね、なんかね、メロディーがなんか頭に入ってこないの。あのね、悩んでるまでわかるの。そっから先はふわふわするの。わかる？これ。俺ね、何回もカブトムシ聞いてるのに、俺曲を覚えるの超得意なの。で、歌詞も覚えるの超得意なの。異常に記憶力いいんだよ。だけど、なぜかカブトムシだけは、悩んでるから先がふわーっとしてて、わかんないの歌詞もわかんないし、メロディーがこうふわーってなって、で少し背の高いはわかるんだけど、そっから先もふわーってなっていくの。わかる？なんかすごいね、入りで掴むんだけどふわーって溶けていくの、アイコの歌って。あれだからアイコを歌う人少なくない？多分みんなそうなんだと思うの。掴んだけふわーってなっちゃうから歌いづらいんだと思う。わかる？これ、アイコのカブトムシ理論。あると思います。みんなでカラオケ楽しいよね、うん、いや和道リスナーのオフ会めちゃめちゃ楽しいからね。わかるでしょ、わかるでしょ、何だったっけってなるんだよね。アイコ難しいよね、メロディーラインが複雑なんだよね。ちょっとアイコの音程が独特だよね。あのね、アイコのカバーで何だったっけな、アイコね結構カバーやってるんだよ、いろんな曲のラジオで。
それもね、やっぱね、変なアレンジだ。ふわー、こんばんは、ありがとう。今日、なんだろう、今日すげーアイテムもらえる。何今日、バブル、ありがとうございます。何今日、イースターエッグありがとう。給料日なんで今日こんなアイテム飛ぶの。ありがとう、みんな、ありがとう、助かるよ。なんとかを見下ろして、もうなんとかの時点じゃん。私、鹿児島県在住の関西人です。愛子も関西人やからトーク面白い。あ、わかる、トークめちゃめちゃ面白い。愛子は、愛子はラジオめちゃめちゃ面白い。ウルトラドンチキなんだっけな、愛子のね、チェリーだったかな、愛子のラジオのね、なんか聞いたんだけど、すごくね、やっぱ独特なんだよ。聞いてみる、愛子のラジオ。今流してみようか、愛子のカバー流してみようか、なんか聞いてみようか。愛子やっぱいいよ、愛子、カバー、ラジオでね、結構よくいろんなのカバーしてんだけど、なんかあるかな、ライオンハート、チェリーがあるね。チェリーだ、これだ、聞いてみようか、ラジオ聞いてみます、聞いてみよう。やっぱ独特なね、歌い方すんだよね。声かわいいね。ちょっと待って、高音質バージョン見つけたからそっち行くわ。高音質バージョン、そんな変わんねえじゃねえかよ。これかわいいんだよ。そんなに音質よくねえじゃねえかよ。いいでしょ。で、俺の大好きなスワローテイルバタフライっていう曲知ってる？俺の愛子が今後ろで歌ってたけど、俺の愛子が、まあいいんだけど、スワローテイルバタフライ、俺すっげえ好きな曲なんだけど、それ愛子が歌ってるから、もうそれも聞こう、それも聞いて、俺の愛子ね、スワローテイルバタフライ行くよ。ちょっと待ってね。シャラのスワローテイルバタフライ、名曲でしょ。みんなで聴こう。
ちゃめちゃいい声でしょ、アイコ。おめでとう、エデンハッピーバースデイ。来月は俺だね。おめでとう。みんなエデンに、エデンにリプでおめでとうって言って。リプでおめでとうって。あれリップできなくなってる？いや、風船ありがとうね。探し始める。いやー、アイコ萌えだな。アイコ萌えでしょ。わかった？アイコの声質、まあ顔は置いといて、やっぱアイコは俺の中で日本トップレベルの萌え声なんだよ。日本屈指の萌え声歌手なんだよ。元祖萌え声。アイコの CD 買おうかな。のんちゃん、スワローテイ、のんちゃん萌え声だからね。のんちゃん、スワローテイルバタフライとカブトムシ覚えといて。今度カラオケで歌って。リサって何？リサっていうのがいんの？うん。顔は置いとこう。アイコ。うん、でもアイコ愛嬌あって可愛らしいよね、うん、多分ね、あの身近にいたら惚れちゃうよね、アイコはね、うん、テレビで見てるからディスってるだけで別にブスではない、うん、ちょっと鼻がコンセントなだけなの、うん、リサはアニソンの歌手なんだ。聞いてみようかな今度。萌え声なの。俺声フェチだからさ、萌え声な人大好きなんだよね。萌え声とハスキー系の声大好きの。癖のある声大好きの。まあまあ、あのスワローテイルバタフライはやっぱチャラだよね。あ、俺あのチャラの何言ってるか分かんない歌い方大好き。なんつーの、チャラいいよね。うん、クエクエってやるじゃん。わかる。チャラっぽくなるじゃん。ウィーウィーってなるじゃん。わかるでしょ。でもどうしたみたいな、なんか舌がなんか引っかかってるぞみたいな、
唇動かないのかみたいな、うん、あれはすごいよね、うん、あれだからカラオケで歌うときモノマネしていいのかどうか女の人も困るんだよ。だからチャラはカラオケの印税がちょっとあれなんだよ。もっと普通に歌ったらいいのに、普通に歌ったらでもチャラじゃないしね。シャカラビッツよりも俺はあのヒステリックブルーのあのブスが好きだった。ヒステリックブルー、俺ヒステリックブルーの女の子超好きだったんだけど、ブス戦ブス戦ってすげえディスられたもん。ヒステリックブルー、あの女の子可愛くない？俺絶妙に好きなんだけど。そしたらね、めちゃめちゃディスられたんだよね。お前あのブスはねえだろって言われたもん。わかるかな。あ、ていうかリナネコだなこれ、ただの足の裏顔だなこれ、これただのリナネコじゃんこれ、うん、一気に冷めたわ一気に冷めたわ俺、うん、一気に好きじゃなくなったわ、うん、今好きじゃなくなった、今夢が覚めた、うん、ただの足の裏だったね。ユウも声似てる？あー確かに、うん、え、友達のいとこなの？たまちゃんごめんなさい、サインください今度、うん、でも俺の中ではやっぱもうセックスシンボルっつったらユキを超える人いないんだよね。わかる？これジュディ&マリーをのユキを超えるもう女性ボーカルも今後生まれてこないし、ユキを超えるセックスシンボルは俺は生まれてこないと思ってんの。これわかる？まあそうなるでしょ結論で。俺のリスナーさんがユキと同級生か一個違いかなんかデートしてたくっそイケメンのリスナーさんがいんの。社長さんなんだけど北海道の。一回会って、え、ワド君ユキ好きって言ってたけど俺ユキと何回もデートしてるよって、今考えると贅沢だよねって。めちゃめちゃイケメンなのよ、背高くて。いや、マジマジマジ。いや、今考えると、なんか、和藤くんのリアクション見てると、あれだけど、今考えると贅沢だよなとか言ってて。めっちゃくちゃ、なんかね、浅野忠信と小田切丈を足してかける1.2したみたいな。なんだろう、なんか、なんだろう、小田切丈の方が強いんだけど、なんか、ああいう雰囲気で、かっこよくて、そう。ちょい悪っぽい感じの高身長のすげえスタイル良くて、そう、こんなイケメン和道リスナーみたいな。てか和道リスナー結構イケメンいるんだよ、うん、イケメンつうか俺のねお兄さんの世代だよね、40歳前後っていうの、あの辺の社長さんがよく可愛がってくれるの。へえ、バイトの時に、え、高校の時にバイトしてた居酒屋の常連さんがタマちゃんのお父さんだった。あ、でもなんかなんかいいよなそういうな、地元のヒーローとかさ。絶対成田で言われてないでしょ、俺和道と知り合いなんだよねっつって中学生とかがいいなってならないじゃんえってなるじゃん俺和道と同級生なんだよってならないじゃん配信者って。絶対隠すやつじゃんそれ。俺よっさんととかならないじゃん、金梅さんととかならないじゃん、俺うなちゃんマンとってならないでしょ。ヒカキンはなるんだよ、はじめ社長はなるんだよ。なんで配信会こうなの、俺関慎吾と同じ中学校なんだよねって自慢にならないでしょ。かわいそうな配信者、なんてかわいそうなんでしょう。そう、YouTuber め、あいつら、くそ、YouTube ばっかりいい思いしやがって、なんなんだ、配信者の地位高める運動やろ、みんなで、配信者を盛り上げてこうぜ。
なんか萌え声のアーティストっている？どっかに。そう、萌え声、愛子を超える萌え声アーティストコンテストやるから、今度。頼むぜ、みんな。俺、和道が成田のジーンズメイト閉店セールにいるの見たんだよね、つって。はず。はい、和道強い夢助さん。いや、あのね、ジーンズメイトの閉店セールは異常だよ。ちょっと待って、検索してみようか。富里、ジーンズメイト。多分ね、今でも、俺逆に富里のジーンズメイト行きてえな。逆に。富里なのかな？富里ジーンズメイト。もうないのかな？Google に表示されないぐらいだからな。すげえな。ちょっと待って、ストリートビューやってみるか。やってみるか。俺の行きつけ。もうなんか Google マップで何もないのがわかるでしょ。これが田舎ってやつだからね。 Google マップのこのスカスカ感、悲しくなるぜ。おい、大丈夫かな、ストリートビュー表示されんのかな。それが不安になってきたわ。ストリートビューない、もしかして。ほい、あれ、住宅街、あれ、あ、ストリートビューで遊ぶか。ちょっと待って、ストリートビューで楽しもう。アイワード2、ちょっと待って、俺の地元をストリートビューしようぜ。ど、え、ここどこだ、ラブホの方か。え、どこだ、ここ、あれ、どこだ、え、ここどこ、あー、あー、わかったかも。え、ストリートビュー遊びしていい、みんな暇だから、話題もないし。俺の地元紹介するわ。地元よいしょ、成田シティで、ここが富里インターで、でこれ右だったかな、スシロー、左だな。ちょっと待ってね、あれ、あれ、左左折したいんだけど、どうやってやんだ、こっち行って、ジーンズメイトどこだったっけな。ちょっと待ってね、富里インターを、道幅広いでしょ。あ、ここに、ここにエロ、これあった、これね、ここでオナホール買ったんだよ。これ、ブルセラショップあった、まだ。しまって、まだあんのかな、もう潰れてんのかな、ここ。あー、なくなってる。これ、ブルセラショップなんだよ、これ。これ。ここでオナホール初めて買った。懐かしい。なくなったか。で、富里。あれ？ジーンズメイトってどこだっけ？何これ、ビッグなんとかって、え、何何何、ビッグ、逆走してんな、え、何ビッグなんとかって、ビッグモーター、え、富里インターでしょ、え、ど、ちょっと待って、ね、ジーンズメイト逆だわ、ごめん、ジーンズメイト、ちょっと戻っていい、戻っていい、ごめんね、ちょっと分かりづらくてごめんね。いきます、これこっちだったかな。で、これ泣ける話なんだけど、俺不死家庭だったじゃん。ここにね、あのステーキハウスないんかい、潰れてるんかい、なんでね、エピソードが、ちょっとステーキハウスないの、ここにステーキハウスあったのに、学校の先生におごってもらった、うわー、もう思い出語れなくなってるよ。いいや、なくなってるのか。ちょっと待って、ジーンズメイトないのか、これ。で、え、ビーヤード？うわ、全然変わってる。マジか。何これ？こんなところにビリヤード？俺の街が、N1？ パチンコ屋？
あ、あったあった。でもこれはあった。ここもエロ DVD 屋ここもエロ DVD 屋がある。これはまだあるんだ。 N1 パチ屋ができてんな。いや閉店したのかな。あれ急に切り替わったな。え、ないな。リフォーム、え、俺のジーンズメイ、え、嘘でしょ、え、マジで言ってんの。ジーンズメイトがない、嘘、俺のジーンズメイトがない。え、リフォーム、え、マジで言ってんの。え、俺どこでジーパン、成田のやつどこでジーパン買ってんの。じゃあどういうこと、成田のやつどこでジーパン買うんだよ。ここだよな。うわー、俺のジーンズメイトがねえ。え、タイムマシン機能ってあんの。何それ、タイムマシン機能って。ちょっと待って、何それ。え、日付が書いてある。え、あ、靴センターって書いてあるな違った、ごめん、ちょっとごめん、全然違ったわ、俺が間違えてる。どこだっけ、ジーンズメイト。ちょっと待って、間違えてるな。ちょっと待ってね。俺がこの通り、もっとこっちだったっけな。靴屋さんだったな。どこだっけ、ジーンズメイト。俺のジーンズメイト。わかんねえな。すごいね、タイムマシン機能すごいね。ちょっと待って、ジーンズメイトどうなってんだよマジでよ。え、牛角ビュッフェ。え、ジーンズメイトどこだっけ、記憶が定かじゃねえな。なんでこっからスタートなんだよ。なんでこっからなんだよ。なんで裏路地スタートなんかわかんねえんだよな。え、こっちだよな。すごいね。いや、ジーンズメイドしかないもん、ジーパン買うところ。この街に見てみろよ。あると思う？他に。ないでしょ。ジーンズメイド以外ない。え、どうだったっけ？こっちが行ってみるわ。ビッグボー、ん？ビッグモーター。ビッグモーター？どうしよう。どうなってんの、ジーンズメイトどこ行った。ショッピングモールはあのカー君ね、あのイオン、イオンショッピングモールセンター。俺の青春返せよ。あれ、ワンダーグーがあるでしょ、ワングーがあるでしょ。あれ、あー、長崎ちゃんぽんまだあるんだ。どうなってんだろう。あー、なんか公園になってる。あ、スーパーのやつだ。釣り具、釣り具店。あれ、上州山まで来ちゃったな。どうしよう、どこにあったか覚えてねえな。どうする、どうしたらいい。なくなったのかな。え、だって俺ジーンズメイトもっと遠かったかな。なんかね、東京の距離感と成田の距離感全然違うんだよ。なんかもう土地が広すぎてこんな感じだから、自転車で30分なんて当たり前なんだよね。どこ行くの。なんで俺成田をワープしてんのかよくわかんないしな。あー、こっちか。待って、ビュンビュン行くよ、ビュンビュン行くよ、ビュンビュン行くよ。ジーパン履いてないよみんな。どこだ、ジーンズメイトどこだ。右側にあるはずな、俺の記憶だと。こっち側にで N1 でしょ。この先、どこどこどこ、どこどこ、
何もないよね。ここさっき通ったもんな。どこだったっけ、インター降りたところだと思ったんだよな。7への三叉路、あ、安楽亭ここよく行ったわ。焼肉ここ懐かしいな。あれ、どこだ、ここ安いんだよ安楽亭、ここよく食ったわ。まあ、あのあれだね、スタミナ太郎の方が行ったんだけど、ジーンズメイト、そうないの。ジョイフル本田の近く、いや分かるよ、あだよね、ジョイフル本田の近くだよね。っていうことはなくなってるんだよ。だってここもう富里の三叉路だから。なんでみんな詳しいのなんでみんなそんな成田について詳しいの。ジョイフル本田とかさ、いやだから俺の、じゃあジョイフル本田紹介していいですか。俺のジョイフル本田すげえいいんだよ。もう何でも揃うんだよ。東急ハンズなんか目じゃねえから。こっちじゃねえな、インターこっち行くでしょ。インターの手前だったかな、どこだっけ、ここを曲がるんだ、ここだ多分。でここが売春宿ね、ここが違法売春宿中国人の違法売春宿、これだから行ってみようか売春宿。あれ違法売春宿どこだ、あれ潰れてる、あまあ潰れたんだ、潰れた方がいい、あれは国に帰りたいって言ってたからな、これだ、これあるわ、これ表向きはカラオケ250円って書いてあるけど、これ違法売春宿のこれセガカラって書いてあるけど、これ違法売春宿だから、これちょっとトイレ行ってくるね。違法売春宿の前で。40分8000円だからね。よいしょ。40分8000円っていうね。すごかったよ。待合室40人ぐらいいるからね。はい。あ、ラブホテルだ。ジョイフルホンダの裏だ、これ。そうだ。ラブホ街にジョイフルホンダあんだよな。そう。あれ、どうよ。あ、裏。くそ、通り抜けできねえか。通り抜けできねえのか、そっか。どうしたらいいんだろう。あった、ジョイフルホンダ入ろう、入りたい。こんな広さだよ、みんなすごくないすごいでしょ。あ、入りたいのにどうやって行くんだよ。ちょっと紹介したいんだって。なんだよ、裏道、くっそ、ちょっと待ってね、通り抜けられない。 Google マップ、こっち行ける、どうやって通り抜けんの、こっち行けんのか、行ってみよう。表の道路に行って、表のあれどこだっけ、ん、ああここオイル交換、オイル、あれどんな感じだっけ、こんなに長かったっけな。ああそうだそうだ、思い出してきた。こっちに行って、あった、右にあるジョイフルホンダ、どういうことどういうこと、あそうだ、右にもあるんだよ。そう、
こっちが家具なの。この規模だよ、みんな。そうだ、思い出したわ。こっち側は家具なので、この広さだよみんな。ジョイフルホンダ、東急ハンズとかなめんなって話だから。すごくないこれ、これだよ。すごくないみんな。成田いいだろ、なんでも売ってるから。店内入れないのかな、なんか店内入れるのあるんだよね、 Google マップで。この広さですよ、この広さ。弥生県で、俺空手習ってたのね、この辺に空手の道場、ああそうだ、空手の道場ここにあったんだ。これが空手の道場習ってた後だ。そうだ、3個あるからね。インテリアガーデンセンターでしょ、リフォームで、後ろ向いたら資材館でしょ。3つあるんだよみんな、ジョイフルホンダ、この広さで。すごいでしょ、うん、これは悪名高い PC デポって、これニュースになったやつね。で、俺が言ってたタイマッサージ、エッチじゃないやつだよ。タイマッサージ、あれ、おばちゃん、俺に姪っ子と結婚してほしいって言ってたおばちゃん、え、あるか、え、おばちゃん、え、あれ、あ、た、うん、タイ料理屋おばちゃん手広くやってんの、もしかして。え、どういうこと、どういうこと、え、た、え、あれ、あれ、タイ料理屋、なんだなんだなんだ、あれ、一回ここだ、ここだ、この、ここすっごいうまいかんね、タイル、あのタイマッサージ。そうだね、あの印材でしょ。頭痛くなった、あ、気持ち悪くなってきたな、また低血糖起こしてきた。ああ、なんだろう、気持ち悪くなってきた。ああ。なんだろう、あ、酔ってきた。あ、ちょっと待って。なんだ、頭痛いな。あー、ダメだこれ。呼吸を起こすかもしれない。飲んじゃ、なんかあの飴とかない、なんか甘いもんない、なんかしびれてきた。飲んじゃん、これ倒れるかもしれないから、ちょっとあの倒れたら手足もんで。お薬は？お薬今持ってない。あ、いい、大丈夫、何でもいい、甘いのちょうだい、はい、うん、あれどこ、ありがとう。ちょっと待ってて、暑い、暑い、ちょっと涼しくする、冷房入れて、うん、大丈夫大丈夫。
もうちょい待って、あの5分ぐらいで、ね、したら多分治ると思う。大丈夫。大丈夫かな。ジーンズメイトどこにあったっけ。ヤマダ電機があって、あれどこだったっけな。ジーンズメイトなくなったのかな。大丈夫大丈夫。ないな。釣りキャスティングはあれ上州屋。やっぱなくなってるな。ゲオ、ヤマダ電機。いや、ヤマダ電機とかなかったもん。ハードオフとかできてるもん、うん、いや多分ストリートビューで酔ったのと低血糖だと思う。ダメだね、うん、何二桁って、うん、この家ベランダないから、プリンセスガーデンベランダないから、うん、一旦休もうか、うん、ちょっと休むわ、ごめんね、うん、ちょっと休むわ、うん、じゃあみんな